ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近暇しているから、何か面白い話が聞きたいわ。それなら、世界各地で語り継がれる都市伝説はどうだ？都市伝説ねえ。今までにいろんな都市伝説を聞いてきたけど、今はその中でもスリル強めな解説を聞きたい気分よ。お、今回はちょうどそんな都市伝説ばかりを準備しているぜ。というわけで今回は、そんな、真相が気になる世界の都市伝説を4つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ゾンビロード。ゾンビロードとはアメリカ、ミズーリ州にあるローラーフォードロードという林道の別名だ。その名の通り、ゾンビロードでは鉄道事故の犠牲者の霊が出るといった噂が絶えないぜ。それ以外にも、かつて働いていた鉄道作業員が墓から抜け出し、ゾンビロードをさまよっているとかいないとか。最初の話題からパンチが強すぎるのよ。でも、めちゃくちゃストレートかつわかりやすいネーミングだわ。そもそもこんな都市伝説が囁かれるようになったのは、ゾンビロードで、シャドウピープルという、黒い人影が目撃されることが多かったからなんだよな。人影だったら、単なる見間違いってこともありそうだけど、シャドウピープルはただの人影ではなく、かなりの存在感を放っているんだぜ。目撃者の多くが、そこに本当に人がいたと思った、と口を揃えて証言しているくらいだ。アメリカをはじめとした世界各地で、シャドウピープルの目撃情報が報告されているぞ。ふむふむ、しかもシャドウピープルを見た人は不気味さのみならず、痛みなどの体調不良や焦げ臭い匂いといった、不快な現象にも襲われるとのことだ。謎の痛みや匂いまで伴うのね。そうなれば、見間違いって説の可能性は低そうだわ。そんな感じでシャドウピープルは存在感がある割に、近づくとあっさり姿を消してしまうんだよな。このことから目撃情報が多い割には、シャドウピープルの実態はいまいちつかめていないぜ。実態がつかめてないってあたりが、より不気味さを増しているわね。そんなシャドウピープルがたくさん現れるゾンビロードについて、もっと知りたくなってきたわ。それじゃあゾンビロードという名前が誕生したきっかけの一つ、鉄道事故について説明するぞ。ゾンビロードには1853年に初めて線路が敷かれたが、その後なぜか鉄道の事故が多発したんだよな。死者も多く出たそうだぜ。つまりシャドウピープルの原因は、その事故での犠牲者ってことかしら？そう考えられているな。あまりの事故の多さに、ゾンビロードに敷かれた線路は一部を残して撤去されたぞ。そもそもどうしてそんなに事故が多かったのかしら？もともと何かに呪われていた場所だったとか？どうやら呪いというよりかは地理的なことが原因だったようで、ゾンビロードの線路には急なカーブがあったんだ。この急カーブのせいで、脱線事故が多発していたぜ。急カーブでの事故は今でもよくあることだけど、この頃から問題だったのね。犠牲者の皆さんのご冥福をお祈りするわ。まあ、それで成仏できない犠牲者の魂たちが、シャドウピープルとなって、ゾンビロードをさまよっているのではないか、というのが有力な説だな。だんだんとゾンビロードの知識が増えてきたわね。今度はシャドウピープルの詳しい証言も聞いてみたいわ。先ほど、シャドウピープルはあっさり姿を消してしまうと説明したが、その割に撮影に成功した事例は多いぜ。2005年には、丘の頂上に並ぶ10体ものシャドウピープルが写真に収められたんだ。ひぃ、こんなにはっきり写るものなの。この写真を撮影した頂上現象の調査グループの一人、トム・ハルステッドによれば、この時は自分以外に誰もいなかったと証言しているぞ。写真を撮った後、10体のシャドウピープルはだんだんと消えていったとのことだ。ザ、心霊現象って感じの出来事ね。他にゾンビロードでシャドウピープルの撮影に成功した人は、撮影直後に謎の寒気を感じたと述べているな。ほう。でも事故の犠牲者の身になれば、自分たちのことが怪奇現象として騒がれるのは、あまりいい気がしないと思うわ。そうそう、先ほど説の一つとして、鉄道事故が原因ではないかと言ったが、シャドウピープルの正体にはもう一つの説が存在するぜ。それが、1860年代に起きた、アメリカの南北戦争の犠牲者という説だ。鉄道線路が敷かれた時期とかなり近いのね。南北戦争は人口2200万人の北部と人口900万人の南部が対立し、4年間で計50万人から60万人以上もの犠牲者を出した大きな内戦だったぞ。これは第一次、第二次世界大戦の犠牲者と比べて倍以上にあたり、アメリカの歴史においてもかなり悲惨な出来事だったんだ。歴史の授業で聞いたことはあったけど、そこまで大規模な被害が出ていたなんて、確かに戦争で突然に命を奪われたせいで、成仏していない方って多そうだわ。今や立派な都市伝説になっているゾンビロードだが、その裏には事故や戦争といった悲しい歴史があることも心に留めておいてほしいぜ。その通りね。さて、
次は生物の謎に迫る都市伝説について解説していくぞ。2. 首なし鶏マイク。首なし鶏マイクとは、頭がない状態で18ヶ月も生き続けた、マイクという名の鶏の伝説だ。これは1945年、アメリカ、コロラド州の農場で起きた、とある事件に基づいており、生命の謎、そして可能性について考えさせられるエピソードだぜ。首のないお化けだったら知っているけど、リアルの世界にもそんな生物が存在したの。その事件、気になるわ。1945年9月、コロラド州の農家であるロイド・オルセンとその妻のクララは、飼っていた鶏の首を跳ねていたんだ。これは鶏を食肉用に加工して精肉店に売りに行くためであり、農家として必要な仕事の一つなんだよな。かわいそうとは思うけど、そういう農家さんたちの努力があってこそ、私たちは肉にありつけるものね。そんな中、ロイドラが首を跳ねたはずなのに、ふらふらと歩き続けていた1羽の鶏がいたんだ。それがマイクだったぜ。そんなことがあり得るの。しかもマイクは歩くだけではなく、餌をついばんだり、羽繕いをしたりするような仕草まで見せたそうだ。そして驚くべきことに、マイクは一晩経っても動き続けていたぞ。首がないだけで、首がある時と何ら変わらない行動よね。何が起きているのか全く理解できないわ。実は、首を跳ねた直後の動物が動く、という現象自体は珍しいものではないんだよな。そもそも人間を含めた動物の体には、脳からの命令を筋肉に伝える、脊髄という回路が存在するぜ。脊髄のおかげで私たちは手足を動かしたりできるってわけね。で、動物が首と胴体を切り離された直後であっても、脊髄にはまだ酸素が残された状態なんだ。その残った酸素で回路が活性化され、体が動いてしまうというメカニズムだぜ。ふむふむ。マイクの例も、そのメカニズムが原因だったってこと？いや、首なし鶏マイクの場合は、それだけじゃ説明がつかないぞ。というのも脊髄に残された酸素に頼る形では、せいぜい15分ほどしか動き続けられないんだ。マイクは首がない状態で1年以上も生きたわけだから、全然違うよな。それじゃあ一体どうして？マイクが生き続けた鍵は、ロイドが斧を振り下ろした位置にあったぜ。どうやらマイクの首は、脳の8割を胴体側に残した状態で切り落とされたようなんだ。しかも呼吸や心臓、血液の動きなど、生きる上で重要な働きを担う、脳幹という部位が残されていたのも大きかったぞ。脳と体が完全に分断されたわけじゃなかったってことね。これ以外に、頸動脈という大きな動脈からの出血が少なかったこと、また片耳のほとんどが残されていたことも、マイクが生き続けられた要因とされているぜ。いろんな奇跡が重なって首なし鶏マイクが誕生したんだわ。ロイドさんたちはこの後どうしたのかしら？ロイドらは精肉市場に向かう際、他の鶏の肉と一緒にマイクも連れて行ったんだ。そこで市場にいた人たちにマイクを紹介すると、あっという間に、首なし鶏マイクのエピソードは広がったぜ。まあ、そりゃそうよね。でも、マイクはどうやって生きるのに必要な栄養をとっていたの？くちばしはないはずだから、自分で食事はできないでしょ？それについては、ロイドらが献身的な介助でマイクをサポートしていたぞ。マイクの喉から管を通し、そこに水や誘導食を流し込むことで、マイクは必要な栄養を取れていたんだ。言っていることはわかるけど、それを18ヶ月も続けるなんて、ロイドさんたちも相当大変だったんじゃ。なんでロイドさんたちは、そこまでマイクを生きながら得させようとしたのかしら？それだけロイド夫婦はマイクを愛していたからだろうな。と言いたいところだが、そうとは言い切れない事情もあるんだ。というのもマイクは、奇跡の鶏として世界中で有名になり、見せ物として世界各地からお呼びがかかっていたぜ。そのおかげで、ロイド夫婦はかなりのお金を手に入れていたぞ。つまり、結局はお金のためだった。ってこと？ 100% そうとは断言できないが、少なからず金銭的な理由は絡んでいたと思うな。マイクを見せ物にするだけで、ロイドらは全盛期に700万円以上ものお金を手にしたぜ。確かに、農家って楽なお仕事じゃないものね。ロイドは、マイクのおかげで増えた収益で、トラクターを買い替えたりして農場を近代化できた、と語っているしな。でも、マイクは18ヶ月後に亡くなるんでしょう？ああ。実はマイクの死因は、気道に誘導食を詰まらせたことによる窒息死だったんだ。ロイドらは慌ててマイクを助けようと試みたものの、間に合わずマイクは亡くなってしまったぞ。せっかく稼げるようになったのに、ロイド夫婦のその後が心配だわ。そこは安心してくれ。ロイド夫婦はマイクの死後、地道に農家としての仕事を続けているんだ。マイクの名声で得た収益のほとんども、ロイド夫婦はトラクターの買い替えや、農場の近代化といった業務のために使っているぜ。
ロイドさんたちはお金だけに目がくらむことなく、農業を愛し続けたってことね。素敵だわ。ただ、その裏では決して許されないブームが巻き起こっていたんだ。首なし鶏の知名度にあやかって、自分も稼ぎたいとのことで、鳥の首を跳ねる人たちが続出したぞ。それはさすがに良くない気が。どうやら人間は、お金に目がくらむとろくな行動を取らないようだな。そもそもマイクが生きていた時点でも、首のない鶏を生かし続けるのはいかがなものか、との批判が出ることがあったぜ。言われてみたら、マイクの気持ちに立ったことがなかったわ。確かにメスら見えず、食べるのにも介助が必要な状態で生き続けるって、実はマイクはかなりきつかったんじゃないかしら。もしかするとロイド夫婦は、マイクを愛していたがために、生きながら得させたのかもしれないが、それが本当にマイクにとって幸せなことだったのかは、誰にもわからないよな。そうね。首なし鶏マイクのお話は、ただの衝撃のエピソードなんかじゃなく、倫理的なことなんかを考え直すきっかけにもなるものだったわ。ちなみにマイクのふるさとでは、毎年5月に、首なし鶏の日という日が設けられているぞ。その日は、卵をスプーンに乗せて運ぶエッグレースなどのイベントが開催され、地元民がマイクの生命力を称える機会になっているんだ。死後から何十年経ってもそこまで愛されているってことは、マイクの人生は無駄じゃなかったってことかしら？ちょっと心が救われた気がするわ。動物の生死についていろいろと考えさせられて、頭を使った視聴者の方も多いことだろう。というわけで、次はファンタジックな都市伝説に迫っていくぜ。3. アイルランドの妖精、バンシー。バンシーとは、アイルランド、スコットランドに言い伝えられている妖精のことだ。バンシーは一般的に長い黒髪であり、緑の服に灰色のマントをまとっているとされるぞ。あら、今度は心を穏やかにして聞けそうじゃないの。ファンタジーの世界、楽しみだわ。と思いきやファンタジー要素は妖精という名前だけで、心穏やかに聞ける話でもないんだよな。というのも、妖精バンシーの叫び声が聞こえた家庭から、近いうちに死者が出る、との言い伝えが存在するんだ。普通にホラーな話じゃないの、そんなの絶対聞きたくないわよ。ただ、バンシーはあらゆる家庭の元に現れるわけでもないぞ。まず、バンシーの多くが叫び声を上げるのは、死ぬ者が勇敢、または聖なる人物のいずれかである場合とされているんだ。それって嬉しいような嬉しくないような。一族にそんな人がいたとしたら、家族としては誇らしいんだけどね。また、バンシーは純粋なケルト系の家庭にしか現れないとも言われるぞ。このように妖精バンシーの叫びは、選ばれし者しか聞けない声でもあるんだよな。そこまで言われると、一体バンシーがどんな風に叫ぶのか気になっちゃうわ。それはもう凄まじいものだぜ。バンシーは人間以外のものも含めた、ありとあらゆる叫び声を集結させたような叫び声を上げるんだ。また、たとえその家族が地元から遠く離れて暮らしていても、バンシーの叫び声は届くぜ。ありとあらゆる叫び声。もはや想像がつかないわよ。ちなみにバンシーは燃えるような赤い目をしているんだが、それもこれから死ぬ者のために泣くためだとか。本当にバンシーは泣き叫ぶことに必死なのね。まあ、バンシーの名前は古代アイルランド語で、泣き女と訳されるくらいだしな。ただバンシーは泣き叫ぶだけでなく、関わった人に加護を与える霊もあるそうだぜ。私もぜひ、バンシー様からのご加護を受けたいわよ。どうしたらいいの？言い伝えによれば、バンシーの乳房を吸った者は望みを叶えられる、とのことだ。何よそれ、めちゃくちゃ難易度高いじゃない。現実はファンタジーのようにうまくはいかないってことだな。バンシーに認められるには、生まれた家系やその人の人格が関わるなど、一筋縄ではいかなそうだぜ。私からしたら妖精なんてファンタジーの世界だけでの生き物だったけど、地方によっては言い伝えの一つにもなっているのが意外だったわ。現地ではバンシーのことが言い伝えられているのみならず、実際の伝統にも反映されているんだ。例えばアイルランドの農民は、葬式で大きな叫び声を上げるとされるが、これはバンシーの叫び声に基づいているぞ。ふむふむ。バンシーのことが単なる都市伝説で終わらずに、現地の儀式のスタイルに現れているのね。妖精の言い伝えと聞くと、霊夢のようにあまりピンとこない方も多いだろうな。ただ妖精バンシーは、私たちにとっての神様、仏様のように、現地の人たちにとっては大切な心の支えにもなっているものだと思うぜ。それぞれの地域で大切にされている文化があるってことだわ。次は場所を変えて、再びアメリカの都市伝説に迫ってみるぞ。妖精バンシー以上にゾッとするようなお話だ。4. 殺人ピエロ、ファントムクラウン。アメリカの都市伝説では、ファントムクラウンというピエロの姿をした怪人のエピソードが有名だぜ。ピエロの姿で子供たちを楽しませたかと思えば、
隠し持ったナイフで殺人を犯すという、なんとも恐ろしい存在だ。殺人ピエロって、そういえばどこかで聞いたことがあったような。2017年に公開されたアメリカのホラー映画、イット、それが見えたら、終わり。という作品に、殺人ピエロが登場しているぞ。それもあって、殺人ピエロの存在を知っている方も少なくないんだろうな。なるほどね。それじゃあ殺人ピエロって、あくまでそういうフィクションの中での都市伝説なのかしら？いや、殺人ピエロの都市伝説は、実際に起きたいくつかの事件に基づいているんだ。まずは1972年から1978年にかけ、アメリカで33人もの青少年が殺されるという、悲惨な事件が起きているぜ。その犯人こそが、まさに、殺人ピエロだったんだよな。それって、その名の通りピエロの格好をして人を殺したってこと？もちろん、実際の犯人はいつもピエロの格好をしていたわけじゃないぜ。この事件の犯人であるジョン・ゲイシーという男性は、普段は子供たちを楽しませるためにピエロになることが多かったんだ。なるほどね。表の顔はピエロだけど、裏では恐ろしい殺人鬼だったってわけだわ。ゲイシーの手口はこうだぜ。まずは青少年をバイト代の支払いなどといった名目で家に呼び、家の地下室で暴行に及ぶんだ。その後に手や紐を使ってターゲットの首を絞め、殺害していたとのことだぞ。ピエロだからといっても、それほどぶっ飛んだ手口じゃなかったのね。ただ、やはりアメリカ全土を恐怖に陥れた原因は、その事件の犠牲者の数だよな。ゲイシーは、殺した青少年の遺体の大半を自宅の地下に隠していたぜ。一部の遺体は川にも流したそうだ。それにしても、なんでまたゲイシーはそんなひどいことをしたのかしら？これにはゲイシーの老いたちが深く関わっていると考えられているぜ。彼は幼少期、父親からかなり厳しい虐待を受けていたんだ。ゲイシーはことあるごとに父親から、クズ、間抜けなどといった人格否定をされたり、殴られたりと、心身ともに痛めつけられていたぜ。そんな教育を受け続けていたら、人格が歪んでもおかしくないはずよ。これに加え、ゲイシーには生まれつき心臓の病気があったんだ。父親からの虐待によるストレスを受けるたび、ゲイシーはパニック障害や心臓発作を起こしていたぞ。しかも、ゲイシーが倒れるごとに、父親はゲイシーを激しく罵倒するという、負のループじゃないの、もうやめてあげてほしいわ。それでもゲイシーは真面目に生き抜き、いつか父親に認めてもらうんだと、真っ当に働き続けるんだ。そんな中、ゲイシーは3ヶ月間、葬儀屋でバイトをする機会を得たぜ。ここまでのゲイシーの経歴を聞けば、どんな困難にも負けない努力家の人物、っていう印象だったけど、葬儀屋でのゲイシーの業務は、遺体の血抜きを手伝うものだったんだ。そんな中、ゲイシーは次第に人間、その中でも少年の死体に心を引きつけられるようになるぜ。少年の遺体が入った棺に潜り込み、遺体と一緒に寝ていた、なんて噂が立ったほどだぞ。ゲイシーの好みは理解できないけど、葬儀屋での経験が後の犯行につながっている可能性は高そうね。さすがに、遺体と一緒に寝ていたとの噂は、デマだとゲイシー本人が強く主張しているが、少年の遺体に引きつけられた、という事実は、後の殺人事件にも関わっているだろうな。最初にゲイシーのことを聞いた時は、とんでもないサイコパスじゃないの、なんて思っちゃったけど、こういう事件を引き起こすまでには、いろんな悲しい経緯があるってことだわ。ゲイシー自身、普段はチャリティ活動にも力を入れていたため、周囲の人からすれば、なんであんなに仕事熱心な人が、と、びっくりだったと思われるぜ。だからこそ、殺人ピエロの異名だけが一人歩きするのも、ゲイシーにとってはかわいそうに感じられるな。そういえば、さっきマリサが殺人ピエロの都市伝説は、いくつかの事件に基づいているって言っていたけど、殺人ピエロの事件ってまだあるのかしら？ああ。1970年代にアメリカ全土を震え上がらせた、ゲイシーの殺人事件だったが、1981年には、アメリカ、マサチューセッツ州でまた別の事件が起きているんだ。今度は実際にピエロに扮した人が登場し、風船やお菓子で子供をおびき寄せ、さらっていこうとする、というものだったぜ。この時は本物のピエロが直接事件を起こしているのね。この時に現れたピエロが、ファントムクラウンとして語り継がれているぞ。ただファントムクラウンには不可解な点があって、パトカーが近づくと空気に溶けるかのように姿を消した、との証言が報告されているんだよな。ここら辺は SF 感が強いわ。こんな感じで、ファントムクラウンの事例については実態をつかみづらく、しかも目撃者の多くが小学生であったことから、勘違いやいたずらではないのか、とする声が多いぜ。殺人ピエロは実際にあった事件で、ファントムクラウンについては作り話の可能性が高いということね。ただファントムクラウンについて興味深いのが、
最初の目撃から20年以上が過ぎた2008年、そして2016年にも、目撃情報が報告されているという点なんだ。おお、まさに、忘れた頃に現れる存在って感じだわ。しかもファントムクラウンが現れた場所も、2008年はイリノイ州、2016年はサウスカロライナ州やオハイオ州などとバラバラだったぜ。またピエロの格好も赤と黄色の格好だったり、別の地域では黒い服にピエロのマスクをしていたりと、それぞれ違っていたそうだ。ファントムクラウンの噂を聞いていた人によるいたずらだった、とかじゃないのかしら？霊夢の言うようにいたずらではないかとの声も多いが、これだけ目撃情報があれば、どれか一件は本物のファントムクラウンなんじゃないか、と期待もしてしまうんだよな。確かに、ファントムクラウンが絶対に存在しないことの証明もできないものね。ここまでの流れを整理するぞ。まず、先に解説した殺人ピエロ、ゲイシーによる殺人事件が、アメリカ中の人々にピエロへの恐怖を植え付けたぜ。そこにファントムクラウンの噂や目撃情報が出たことで、より一層ピエロにまつわる都市伝説が広まっていったってわけだな。ふむふむ。こういう都市伝説って一つの事件から生じるだけじゃなく、いくつかの事件が重なって生まれることもあるんだわ。ただ私としては、やはりピエロは人々を純粋に楽しませてくれる存在であってほしいぜ。そうね、平和が一番よ。というわけで今回は、真相が気になる世界の都市伝説について解説したぞ。マリサが最初に宣言していた通り、スリル多めで、ゾクゾクしながら聞けたわ。ただ、その裏には多くの犠牲があることも忘れちゃいけないわよね。そうだな。ただ都市伝説を楽しむだけでなく、その裏にある事件なんかについての理解を深めることで、また都市伝説への見方が変わってくると思うぜ。私もマリサみたいに、いろんな視点から都市伝説を楽しめるようになりたいわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。最近、日本にもまた観光客が増えてきたわよね。私の周りには中国人の方が多い気がするわ。中国は日本にも近いし、身近な国の一つだよな。霊夢は、そんな中国に面白い都市伝説があるのを知っているか？今までいろんな都市伝説について学んできたけど、中国の都市伝説は？と聞かれてもピンとこないわね。それじゃあちょうどいい機会だし、今回は真相が気になる中国の都市伝説5000について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、人面魚。2019年11月、中国の南西部に位置する雲南省の湖で、観光客が中国版の SNS、ウェイボーにアップした動画がバズったぜ。その動画には人の顔に見える鯉が映っており、すぐに全世界に拡散されたんだ。人面魚みたいなユーマって、まさに都市伝説の鉄板じゃないの、もっと聞いてみたいわ。その人面魚の特徴について、もっと詳しく見ていくぞ。その鯉は全体が黄色に近い金色をしており、頭部には人のような目口鼻が確認できたぜ。ただの顔じゃなく、彫りの深そうな顔なのがクスッと笑えるポイントね。ただ、人によってはたまたま人の顔のような模様になっただけじゃないか。なんて意見もあったようだ。まあ、偶然って可能性はなきにしもあらずだわ。それにしても癖の強い模様だけど。ただやはりユーマ、特に人面魚は都市伝説の一つとして、昔から多くの人たちを引きつけてきたからな。それは日本も例外ではなく、1990年、人面魚ブームが巻き起こっていたんだぜ。ただの噂では終わらず、多くのメディアが取り上げるほどの騒ぎになったぞ。ちょうど平成が始まったばかりってあたりかしら。そうだな。当時、山形県鶴岡市の貝場見の池で、人の顔を持つ錦鯉が確認されたんだ。これを皮切りに、全国各地で人面魚の目撃情報が寄せられたぜ。そんなことがあったのね。このブームが時を超え、さらには国境を越えて再来したと思うと、ロマンを感じるわ。そして人の顔を持つ動物の目撃情報は、魚に限ったものじゃないぞ。例えばアラビアやアメリカでは人面犬が、また人面ヤギはインドやロシアをはじめ、世界中で確認されているんだぜ。魚だけじゃないのね。それにしても、人面動物が実際に誕生するメカニズムが気になるわ。実は人面魚の存在に関しては、科学的に証明できてしまうんだよな。かつて、模様が人の顔のように見えるように品種改良を受けた鯉がおり、その鯉の遺伝子が子孫に現れることがあるんだぜ。そんな遺伝子操作ができちゃうなんて、都市伝説よりも人間の方が怖くなっちゃうわよ。私もそう思うぞ。しかし人面魚について、まだ謎に包まれていることもあるんだ。どんなことかしら？都市伝説に、人の顔を持つ動物が出現すると、それは災害や戦争の前兆となる、というものがあるぜ。日本のオカルト研究家、山口敏太郎氏も、
これから中国で大きなトラブルが起きるのではと危惧していたんだ。そんな噂を聞いたことがある気が。これは遺伝子操作じゃ説明がつかないわよね。中国に限らず、今は世界中で戦争や国同士のトラブル、異常気象など数えきれないほどのトラブルが起きているよな。これには、果たして今まで出現した人面動物たちが関わっているのか、真相が気になるところだ。人面動物たちが私たちに警告を発していたと思うと、ちょっとゾッとするわ。さて、引き続き中国の興味深い都市伝説を紹介していくぞ。次も動物が関わってくる話だが、ちょっとホラーになってしまうかもしれないぜ。ハルビニの猫ズラババ。中国に昔から伝わるタブーの一つに、猫、特に黒猫を死体に近づけてはいけない、というものがあるんだよな。それは黒猫が人の死体を横切ると、その人がゾンビと化してしまうとされるからで、このタブーの元になったのが、ハルビンの猫ズラババという都市伝説だ。日本でも黒猫が前を横切ったら不幸になるとかいう都市伝説があるけど、中国のやつはその100倍くらい怖いわ。でも気になるかも。1995年、中国黒竜江省にある村で暮らしていた家族のエピソードだぞ。一見すると平和な家庭だったが、ある日ちょっとしたことが原因で家族喧嘩が起き、息子夫婦と高齢の母親が対立してしまったぜ。平和な家庭でも、たまにそういうことってあるわよね。ただの喧嘩で終わってしまえばよかったんだが、あまりにも自暴自棄になってしまった母親は、勢い余ってその夜に首を吊って亡くなったんだ。それはさすがに早まりすぎよ。彼女なりに思い悩んでいたんだろうな。彼女の死体の表情は怒りに満ちており、目もカッと見開いていたとのことだ。もし私の家族が同じようなことになったら、かなり罪悪感を感じちゃうと思うわ。喧嘩をしていた息子夫婦も、そのように感じていたことだろう。彼らは一晩かけて母親の遺体に寄り添い、なだめようとしていたんだ。しかし疲れたのか夫婦は寝落ちしてしまい、あろうことか通りかかった黒猫が母親の遺体を踏んでいってしまったぜ。なんだか嫌な予感。するとその黒猫は死んでしまい、母親は猫の顔をしたゾンビとなって蘇ったんだ。ゾンビになった母親は憎しみに任せて息子夫婦を殺害し、そのまま村から出て行ったぞ。やっぱり憎しみって恐ろしい感情だわ。それで猫ズラババってタイトルなのね。その事件が起きたとされる1995年あたり、夜に子供が一人で外出していると、猫の顔をした老婆に食べられてしまうという噂が流れていたんだ。殺されると、その死体にはネズミの死骸が詰め込まれるそうだぜ。想像しただけで叫びたくなりそうよ。子供たち、そしてその親御さん方もかなり衝撃を受けただろうな。事件が起きた黒竜江省の省都ハルビン市では、猫ズラババに注意するように警告する学校もあったくらいだ。それくらい現実味の強い都市伝説ってことね。猫ズラババの存在が信じられていた一方で、中国にはもう一つの問題があったんだよな。それが、臓器の売買などを目的とした事件だ。ああ、なんかニュースで聞いたことがあるわ。臓器の売買は今や世界中で問題となっているが、中でも中国では、かなり大きな闇の市場が展開されているとされるんだよな。その臓器売買が問題になり始めたのが20年ほど前のことであり、猫ズラババの都市伝説が出た時期とほぼ一致しているんだ。なかなか説得力のありそうな説ね。子供が誘拐され、さらに臓器が抜かれ、抜かれた部分を埋め合わせるためにネズミの死骸を体に詰める、なんて考えても辻褄が合いそうだぜ。そして取り出された臓器は、高値で取引できるしな。猫ズラババのエピソードも怖かったけど、こっちはさらに闇の深そうな話題だわ。やっぱり化け物より何より、人間が一番恐ろしいわよ。とはいえ猫ズラババの都市伝説の真相は、まだはっきり証明できていないぜ。真相が闇に包まれているからこそ、中国の都市伝説はディープで面白いんだろうな。確かに興味深かったけど、次はもうちょい心の暗くならない話題にしてほしいわ。それじゃあ次は全世界のロマン、ユーマに迫っていくぜ。中国独自のユーマは、かなり興味深いぞ。3、イエレン。中国では1940年代頃から、イエレンというユーマの存在が囁かれるようになったぜ。イエレンは2メートル以上もの身長を誇り、人間と同じく二足歩行をするんだ。いわゆる巨人ね。日本で言うと、雪男みたいなものかしら？そうなるだろうな。ただイエレンが他の巨人と違う点が、その存在が何回も確認されているという事実なんだぜ。目撃された件数は、実に100件以上にも上るそうだ。イエレンを射殺したなんて例もあるぞ。それはかなり信頼できそうだわ。こういった多くの目撃情報を受け、中国では1980年頃から本格的な調査が行われるようになったぜ。科学委員会は、イエレンを2メートル以上の身長で、長い髪に茶色か灰色の体毛、
充血した目を持つ二足歩行の生き物と予測したんだ。かなり詳細な推測ね。これは調査結果が楽しみだわ。委員会の調査によれば、最大で48センチにも及ぶ足跡が見つかったとのことだぞ。また、歩幅は最大で 2.68 メートルのものがあったんだ。それが本物の巨人によるものだとしたら、かなり厚いわよね。信憑性はありそうだったの？こういった足跡の近くから、イエレンの糞とおぼしきものが見つかることも珍しくなかったんだよな。さらにその糞を調査すると、どんぐりに果実といった食べ物が発見されたぜ。食べているものはいたって普通なのね。イエレンの生活の実態についても気になってきたわ。私たち人間には住処が欠かせないが、それはどうやらイエレンにとっても同じようだな。調査で彼らの住居の跡地とおぼしきものが見つかったんだが、その詳細もなかなか興味深いぜ。まさにイエレンの生活のリアルが見られる場所、気になるわ。その住処は背もたれのない長椅子のような見た目で、折った竹を数十本束ねて積み上げたものだったんだ。中には落ち葉や雑草がクッション代わりに敷かれているなど、割と簡素な作りだったぞ。小学生の秘密基地みたいな感じで、ちょっとワクワクするわね。まさにそんな感じで、イエレンの知能は10歳ぐらいの人間と同じくらいと推測されているな。それほど賢すぎないあたり、ますますリアリティを感じさせるわ。そして中国の科学委員会による調査がスタートして1年弱が過ぎた頃、衝撃的なイベントが起きたんだ。なんと調査メンバーの一人が、約40センチという近距離でイエレンと接近したぜ。イエレンって確かにメートルあったのよね？その人は無事に帰れたのかしら？そのメンバーはイエレンの足をめがけて銃を撃とうと試みたが、残念ながら不発に終わってしまったんだよな。また同時に調査メンバーの気配を感じたイエレンは、そのままどこかに姿を消すことになったぞ。大きなイエレンのことだし、てっきり攻撃しにかかると思ったから拍子抜けしたわ。また別の日、そのメンバーは別の調査員を呼び、今度は二人でイエレンの捜索に当たったぜ。すると、再びイエレンを目撃するんだ。その時のイエレンは、250メートルほど離れた岩に座って何かを食べていたようだな。お、これはイエレンの生態を間近で観察できるチャンスよ。調査メンバーたちもそう思ったことだろう。ただ、そこは岩場で足元が悪く、彼らは歩みを進めるのにかなり苦戦したぜ。そうこうしているうちに、またしてもイエレンに逃げられてしまったんだ。やっぱりそううまくはいかないのね。調査メンバーがやっとの思いでイエレンのいた岩場にたどり着いたところ、そこには苔に似た地類が残されていたようだな。地類って、苔とはまた違うのかしら？ああ。地類は樹皮や岩の表面によく見られるが、これは他の植物のように光合成をせず、シアノバクテリアなどを共生させることで、菌類として命をつないでいる生命なんだ。ふむふむ。果物や木の実だけじゃなく、イエレンってそんなものまで食べているのね。謎を一気に解決するような発見にはなかなか至らなかったものの、調査を続けるうちに、だんだんとイエレンの詳細について明らかになってきたぞ。住居や食べ物に次ぐ発見が、イエレンの髪の毛に関する情報だ。今では髪の毛の DNA 鑑定なんかもあるから、どんな発見につながったのか気になるわ。髪の毛を鑑定したところ、これまた面白い情報が得られたぞ。イエレンの髪の毛は、他のどの動物とも異なる色素を有していたんだぜ。ちなみに見つかったイエレンの髪の毛は、最長のもので69センチもあったぞ。もちろんイエレンは人間とは全く別の生物だし、どの動物の特徴とも一致しないってことは、実在するってことでいいのかしら？こんな感じでワクワクするような情報が多く寄せられている一方で、イエレンは単なる見間違いという説もあるんだよな。でもあんなに大きくて人間とも全然違った生活をしているわけだし、そんなことって、以前テレビでイエレンの子供が紹介されたことがあったんだ。ただ、後にその子が下垂体性巨人症という、高身長になる病を発症していたことが明らかになったぜ。そんな病気が存在したのね。ああ、小児期にこの病気を発症すると、下垂体成長ホルモンという物質が過剰に分泌されてしまい、成長率が著しく高くなってしまうとのことだ。このような一例におひれはひれがついて、話題がかなり盛られてしまったという説を唱える人もいるぞ。確かにイエレンに限らず、ユーマ関連のニュースって話題が盛られちゃう傾向にある気がするわ。また1985年、イエレンが生きたまま捕獲されたという知らせが入ったものの、その正体は結局オナガザルという動物の仲間だった、なんてこともあったぜ。それを境に、イエレンの目撃情報は一気に減ってしまうんだ。ずっとワクワクしながら解説を聞いていたけれど、やっぱり思い込みによる部分もあったのかしら。もちろん数あるイエレンの目撃情報の中には、単なる見間違いという例も多かっただろうな。しかしだからといって、イエレンの存在が 100% 否定されるということもなかったぜ。
そりゃあ私だって、まだイエレンがいる可能性を捨てたくはないわよ。中国の科学委員会をはじめ、イエレンについての調査がもっと進んでくれれば、解決への道は開かれるかもしれないな。髪の毛の鑑定からもイエレンが未確認生物の特徴を持つことはわかっているし、これからの研究に期待だぜ。よく考えたら中国ってめちゃくちゃ広いし、絶対どこかにイエレンはいるわよね。私も新たな情報を楽しみに待ちたいわ。広大な中国ならではのロマンに浸ったところで、次はあのホラーな生命体の謎に迫っていくぞ。4. 上海の吸血鬼。1990年代、吸血鬼による事件が上海を騒がせたぜ。特にその頃、夜道を一人で歩く女性を狙う吸血鬼の老婆がいるとの噂が流れ、子供のいる親をはじめ、上海の人たちはかなり警戒していたんだ。吸血鬼と言ったらヨーロッパのイメージだったけど、中国にもいたのね。そのイメージを持つ人は多いだろうな。ヨーロッパだと、吸血鬼はヴァンパイアの名でもよく知られると思うぜ。そんな吸血鬼だが、生きた人間の血を吸い、血を吸われた人間もまた吸血鬼と化してしまう。という生態はあまりにも有名だ。上海の吸血鬼もそんな感じだったの？1990年代当時の上海における吸血鬼事件については、2つのバージョンがあるんだ。どちらも続々して面白いから、一つずつ紹介していくぞ。ドキドキ。まずは一つ目のエピソードだ。上海のホテルに二人の少女が滞在していたんだが、そのうち一人がトイレに行ったまま、ずっと戻ってこなかったんだよな。心配になったもう一人の少女は、様子を見にトイレに向かったぜ。吸血鬼がテーマのところ、この展開はもしかして、察しの良い方は気づいているかもしれないが、少女がトイレに行くと、そこには赤い服を身につけた吸血鬼の老婆が待ち構えていたんだ。そしてそこには探していた少女の相方もいたが、彼女は残念なことに血を抜かれ息絶えていたぜ。その子の首には、吸血鬼の歯の跡がしっかり残っていたぞ。いやー逃げてー。この後どうなったのかは詳しくわからないが、後日、もう一人の少女の遺体が上海の別の場所で見つかったそうだ。その子も吸血鬼にやられてしまったものとされたぜ。吸血鬼のエピソードはどれもホラーばかりだけど、やっぱり子供が犠牲になるのは心が痛むわね。当時の上海の人々も、この事件に相当の衝撃を受けたようだ。というのも、この時の吸血鬼は赤い服を着た若い女性をターゲットにしているとされ、それを信じた多くの女性が赤い服装を避けていたんだぜ。そういえば少女の血を吸った吸血鬼の老婆も赤い服を着ていなかったっけ？赤い服がポイントだったのかしら？真偽のほどは不明だが、それだけ上海を揺るがせた事件だったってことだよな。そもそも赤い服というだけでかなり目立つし、噂であっても警戒する人は多かったと思うぞ。これだけでも立派な怪談として成立しそうだけど、もう一つ吸血鬼のエピソードがあるのよね。もう一つは、とある事故で吸血鬼の体質と化してしまった人のエピソードだ。上海郊外にある研究室には、ドイツ留学経験や博士号を持つエリートの生物学者がいたんだが、そんな彼が事故を起こすんだぜ。それは大丈夫だったのかしら？その学者は命こそ助かったものの、とんでもない体の変化をしてしまったんだ。なんと事故が原因で、彼の体は哺乳類の血を吸わないと生きていけない体になったんだよな。いや、一体どんな事故が起きたらそうなっちゃうのよ。どうやら学者は間違って細菌を口に入れてしまい、それが元となってそんな体質になってしまったようだぜ。で、初めに、彼は研究所で保管されていた人間の血を吸うようになったぞ。ってことは、研究所にある血を吸い尽くしてしまったら次は、そうなると、その学者は次にネズミを捕まえ、その血を吸って生活するようになったんだ。しかし、彼は次第にネズミの血に飽きてきてしまったぜ。ネズミの血なんて吸った日には、また別の恐ろしい感染症にかかっちゃう気がするのは私だけかしら？その学者はタフな体の持ち主だったのか、ネズミの血を吸っても倒れることはなかったんだ。ただ彼の血への欲求はとどまるところを知らず、ついに人間の血に手を出すことになるぞ。こうしてその学者は吸血鬼と化してしまったのね。一つ目のエピソードの老婆と似ているが、学者は夜道を一人で歩く女性を襲うようになったぜ。警察もこの事態に警戒するようになり、彼の逮捕を試みたんだよな。町の平和のためとはいえ、勇敢な警察官たちだわ。しかし警察の奮闘も虚しく、二人の警官がその学者の犠牲となってしまったんだ。最終的に、吸血鬼になった学者はスナイパーに射殺されたぞ。随分とあっけない最後だったわね。そうそう、その学者について、もう一つ奇妙な点が見られたんだよな。学者の死後、別の警察官が彼の日記を調べたところ、日を追うごとに言語が変わっていったんだぜ。言語が変わるってどういうことよ？その学者は病気の経過を日記に記録していたそうなんだが、
最初は彼の母国語である中国語で記録をしていたぜ。しかし、だんだんとその言語がヘブライ語に変わっているんだよな。ヘブライ語って言われてもピンとこないんだけど。ヘブライ語は、主にイスラエルなどで使われている言語だ。右から左に向かって書くのが特徴的だぜ。ドイツ留学経験がある学者らしいから、記憶が混乱してドイツ語になった。とかならまだわかるけど、ヘブライ語ってのがやっぱり謎だわ。こんな感じで二つの吸血鬼にまつわるエピソードを紹介したが、二つとも丸々真実であるかどうか、そしてこれらの起源がどんな事実に基づいているのかは謎に包まれているんだ。多少のフィクションが混じっているにしても、十分に恐ろしい都市伝説よね。これらについて、狂犬病のエピソードが起源なのではないかとする意見もあるな。ほう。確か狂犬病って、ほぼ致死率 100% の恐ろしい病気なんじゃ。狂犬病は日本では滅多に見られないが、中国をはじめとした他の国では、毎年のように死者が確認されているんだ。吸血鬼の話が真実かはわからないが、狂犬病のデータは明らかな事実だから、ある意味で吸血鬼よりも恐ろしいぜ。なるほどね。こうやって都市伝説が出来上がっていったのかもしれないわ。ただ、逆に吸血鬼は 100% 存在しないという証明もできないんだよな。もちろん直接吸血鬼に遭遇したくはないが、この真実を突き止めてみたい気もするぜ。その気持ち、私もちょっとわかるわね。さて、次はより人間の無誤さが伝わる都市伝説を解説するぞ。5. 生誕人肉饅頭事件。1980年代、中国北京の生誕という地区で、とある肉まん屋が安くてうまい、とのことで大繁盛していたんだ。1日に300から400個も売れる人気ぶりだったぜ。しかし、その裏にはとんでもない事実が隠されていたんだよな。普通に人気の肉まん屋さんのお話じゃなくて？何も知らなければ皆霊夢のように感じるだろうが、実はこの当時の中国では、肉の値段があまりに高かったんだ。中国で現在のように肉が流通するようになったのはそれから10年後のことで、当時の生誕の肉まん屋の状況は極めて不可解だったぜ。普通に考えたら赤字のはずなのに、どうやって商売が成り立っていたのかってことね。まさかとは思うけど、裏ルートで肉を仕入れてたとか？いい線だぞ。さらにヒントを出すと、当時の中国では多くの出稼ぎ労働者たちが、年を行き交っていたんだ。ただ、中には謎の死を遂げる出稼ぎ労働者もいたんだよな。それって、出稼ぎ労働者が殺されて肉まんの材料に。正解だ。肉まん屋に出稼ぎに来た労働者を店主が殺して加工することで、肉まんの材料を調達していたそうだぜ。いやぁ、ことの発端は、肉まんがまずいと言った男を、店主が殺してしまったことだったんだよな。我に返った店主は死体を隠蔽しようと考えた挙句、その男の死体を肉まんの材料としてごまかすことにしたぜ。そんなことしてバレなかったの？それが意外なことに、普通の肉まんより売れ行きが良かったんだよな。それに味を占めた店主は、人肉を肉まんの材料として運用していくことを決めたぜ。気づかないうちに人の肉を食らっていたらと思うと、何も知らないって怖いわね。ただ、徐々に肉まん屋の運営にもボロが出てきたぞ。まず、肉まんに人の爪が混入していたとのクレームがあったんだ。今の日本だったら真っ先にニュースになりそうな事案だわ。そして何より、この肉まん屋で1ヶ月以上働いている店員を見たことがない、という意見が入るようになるぜ。このように不審な事案が多く浮上し、ついに生誕の肉まん屋に警察が捜査に入ったんだ。そしたら、冷凍庫の中には人間の死体があって展開ね。霊夢の言ってくれた通りだな。この都市伝説で恐ろしいのが、事実に基づいているという点だぜ。1982年、北京の料理人が労働者2人を殺害し、彼らの死体をミートソースと称して配ったという事件があったんだ。まさかのノンフィクション。人間って怖い生き物だわ。この時は、犯人の料理人はすぐに逮捕されたそうだぜ。ただ、これが都市伝説、生誕人肉饅頭事件として広まり、北京市民の多くが肉まんを食べなくなってしまったんだ。そりゃあこんなむごい話を聞いたら、肉まんを目にしただけでトラウマになりそうよ。様々なユーマやお化けも存在はするだろうが、やっぱり我々の恐怖心を一番かき立てるのは人間だと、私は思うぜ。激しく同意するわ。というわけで、今回は真相が気になる中国の都市伝説について解説したぞ。まさかお隣中国にこんなに面白い都市伝説が眠っていたなんて、思っても見なかったわよ。楽しめたわ。都市伝説が生まれた当時の中国は、今のように通信手段が発達していなかったんだ。それで事実におひれはひれがついて広まりやすかったという背景があったんだよな。ふむふむ。当時の状況も相まって、これだけの都市伝説が生まれたのね。
ただこれだけ多くの都市伝説があれば、どれかは本当に起きたことなんじゃないかとも思えるぜ。中国に限らず、いろんな国での都市伝説に言えることだわ。これからも世界中の面白い都市伝説や謎に迫っていきたいと思うぞ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。まだ夏本番じゃないけど、これだけ暑いと背筋がゾワッとする話の一つでも聞きたいわね。霊夢が自分からそんなことを言うなんて珍しいな。それくらい暑くてしんどいのよ。溶けちゃいそうだわ。小さい頃は学校の階段とか身近な都市伝説とか流行ったりしてたわよね。どこの学校でも七不思議とか降霊術とか、一回は話題になるよな。本当に怖いと夜眠れなくなるし、そのくらいのライトなのがいいわね。わがままだな。そういうことなら今回は真相が気になる日本の都市伝説ということで、5つ解説していこうと思うんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、テケテケ。まず一つ目はテケテケだ。テケテケ、名前は聞いたことあるような気がするけど、どんな階段だったかしら？テケテケは下半身が切断されていて、上半身しかない女子中学生、あるいは女性の亡霊だ。足がないから空中を浮遊するか、肘を使ってほふく前進みたいに移動するのが特徴だな。この両手だけで歩く擬音がテケテケに聞こえるということから名前がついている。そうだったのね。多少バリエーションはあるものの有名な話はこうだ。高校のある放課後、とある男子学生が家に帰ろうと校舎を出る。ふと何の気なしに校舎を振り返ると、窓のところで腕を組んでこちらを見ている美しい少女が目に入るんだ。階段でさえなければ、素敵なラブコメの始まりにでもなりそうなのに、男子学生は知らない子だった視転校生かな？とも思ったんだが、少女が彼と目が合っていることに気づいて微笑んでくれたから、釣られて微笑み返したんだ。だがそこで恐ろしいことに気づいたんだぜ。どうしたの？その女の子には下半身がなかったんだ。男子学生がそれに気づいた瞬間、少女は窓枠から飛び出してきて、肘だけ動かしてすごいスピードで彼の方に向かってきたんだ。その男の子はどうなったの？結末に関してはテケテケと同じように下半身を切断されるとかなんとか、地域や話し手によって結構違うんだぜ。そうなのね。それからこの話を聞いた人の元にも3日以内にテケテケが現れるという、いわゆる自己責任系の話でもあるんだよな。万が一逃げられても、時速100キロのスピードで追ってくるから、テケテケから逃げることは不可能なんだぜ。テケテケの発祥というか元の話って何なのかしら？それに関してはとある事故がきっかけだと言われているな。冬の北海道室蘭の踏切で走ってきた電車に、女子高生が轢かれてしまうということがあったんだ。そんな痛ましい事故が、その女性は下半身と上半身が歴断されて、離れ離れになる。通報を受けて到着した警察官たちも、誰もが彼女は即死していると思ったんだぜ。え？逆にまだ生きてるの？警察や鑑識たちが女子高生のバラバラになった体を集め始める。足、太もも、腰と腰から下、下半身は見るも無残な姿になっていたんだ。それから上半身を運ぼうとした時に声が聞こえた。助けて、助けて、と。それってまさか、ああ、声のする方を見ると、上半身だけになっている女子高生がそう声を発していたんだぜ。どういうこと？さすがに体が真っ二つになるほどの大事故だったら、その場で亡くなるんじゃないの？事故が起こったのは極寒の北海道。その寒さで轢かれた瞬間に、傷口が凍結して出血がほぼなかったんだ。つまり、轢かれた後も出血して意識を失い、亡くなることができなかったんだな。それは即死よりもはるかに苦しかったでしょうね。だろうな。テケテケの正体というのは、この女性が自分の下半身を探してさまよっている幽霊だと言われているんだぜ。でも、そんなこと本当にあるの？一番気になるのはそこだよな。あまりの寒さに血管が収縮凍結し出血が止まったために生きていた。そんなことが起こりうるのか、ということなんだが結論から言うとノーだ。実際にはそんなことは起こらないのね。ああ、北海道の寒さ程度では無理だな。寒さで血管を収縮凍結させ出血を止めるというのであれば、氷点下数百度レベルで気温が下がらないといけないんだぜ。北海道どころか地球じゃ無理そうね。それから、電車にはねられたところで、綺麗に上半身と下半身が切断されて生きているなんてことも、ありえないんだよな。そうなの？いくら電車の速度が下がっていても、生身の人間がその衝撃を受けると、全身打撲、複雑骨折、内臓破裂、脳挫傷といった状態になり、スピードが出ていれば、速やかにバラバラの肉片になって飛び散ってしまう。あんな鉄の塊と人間じゃ、そうなるに決まってるわよね。
ああ、仮に即死じゃなかったとしても、意識があることはまずないとされているぜ。つまりよく言われているテケテケの元の事件はありえないってこと？そうなんだぜ。元をたどれば、昭和初期に新興宗教の信仰の一部としてとか、一地方の似たような伝承として、テケテケに近い話はいくつかあるから、そういったところから広まっていった話なんだろうな。ふむふむ、テケテケの話ってテケテケ始まりだったわけじゃなさそうな感じなのね。2、死体洗いのアルバイト。二つ目は死体洗いのバイトだぜ。聞いたことあるわね。内容は文字通りだと思うんだけど、給料はめちゃくちゃ高いみたいな。ザ都市伝説、社会の裏側的な話として一時期すごく流行ったよな。日本の大学の医学部歯学部では、そのカリキュラムの中に、遺体の解剖実習が必ず組み込まれているんだが、その検体に対して解剖前にいろいろとやらないといけないことがある。やらないといけないこと？要は洗ったり、保存のための処置をしたりってことだな。病院はそれを高額なバイト代を払ってやらせているというのが、死体洗いのアルバイトの内容なんだぜ。そうなのね。いくつかの派生系として、洗浄前の検体がホルマリン漬けになってるとか、その遺体もベトナム戦争で亡くなったアメリカ兵のものであるとか、縫合やエンバーミングも行うとか、作業内容などに違いがあるものもあるんだぜ。そこまで行くとなさそうだと思うんだけど、どうしてこんなにも好き勝手に言われるようになっているのかしらね。大学病院や軍の施設は一般人がそうそう立ち入れるものではないからな。社会から切り離されたそこでは、常識からかけ離れた、ある種黒いことが行われていても不思議ではないと想像されやすいんだろう。なるほどね。それから死体洗いなんていう超特殊かつきつい仕事内容から、法外な賃金をもらえても不思議ではないと思うんじゃないかな。結論としてはそんなバイトはないってことでよいの？その通りだぜ。そもそも遺体の保存に関しては、専門の知識がある人がホルムアルデヒド溶液を注入、脳を取り出して防腐処理を行い、処理後は一体一体個別に保管するなど、アルバイトができるようなものじゃないんだぜ。冷静に考えたらそうなんだけど、専門的な知識と技術が必要なのね。それからホルマリンのプールにつけておくみたいな話もあるけど、何の対策もされてないホルマリンプールとか危険極まりないんだ。ホルマリンは揮発性の極めて高いものだし、何度も高濃度のそれにさらされていると、呼吸器や中枢神経系にも影響が出ると言われているんだぜ。ホルマリンプールに遺体をつけて、それを見たり沈めたりするとか、それなりに科学的知識のある人からすれば、ありえない話だってわかることなのね。一般的にそんなに詳しくない人からすれば、遺体の保存イコールホルマリン、みたいな感じに思うかもだけど、死体洗いのバイトで出てくるような、ガサツな使い方は絶対にできないものなんだよな。それに解剖実習中はホルマリンじゃなくて、フェノールを使うのが普通だそうだ。この時点で解剖とかに詳しくない人が言い出したことだっていうのが判明しちゃったわ。実は医科大学とか大学病院には、このアルバイトに関する問い合わせが、年に数回あるそうなんだ。実際に聞いてみちゃう人がいるの？そこから電話を取った職員がそんなに割のいいバイトなら俺がやるよ。と返したなんてジョークも生まれているんだぜ。そうよね、やりたい人がいるなら病院側も手近なところで探すわよね。ちなみに葬儀を行う際には、亡くなった方を入浴させきれいにする湯灌を行うことがある。この作業にはアルバイトのものも関わることがあって、日給1万から2万円ほどだそうだ。その場合は文字通り取ればそうなんだけど、弔いの意味もあるわけだし、死体洗いとは表現したくないわ。それにどこでも募集しているわけじゃなくて、厳粛な行為だから、アルバイトには遺体を触らせることはできないという業者もある。それから死亡直後の正式など、エンジェルケアと呼ばれるものは看護師が行うぜ。ポッと参加しただけのアルバイトができることじゃないわね。あとは、医学的な研究や授業で必要になる、遺体の保存管理は目的に対する手順の一環で、普段から解剖の授業がある医大生や薬学生が教授の指導でこれを行うんだ。そういう学生であれば勧められることもあるけど、主な目的は死体になれることだったりする。それじゃあやっぱり一般人の出る幕はないのね。先にも言ったように、専門的な知識だったりが必要だからな。医学薬学生でもやりたがらないし、戦力にならないということで、ラットの飼育や検体の管理など別の仕事をやることになる場合が多いそうだ。死体洗いのバイトって全然イメージと違ったわ。誰でもできることじゃないし、簡単に任せるわけにもいかないことなのね。3. トイレの花子さん。三つ目は超有名どころトイレの花子さんだ。これは通ってきたことがない人の方が少ないんじゃないかしら。実際にやったことはなくても、話くらいは聞いたことあるわよね。学校のトイレにいる少女の幽霊だ。
白いワイシャツに赤い釣りスカート、おかっぱ頭という、今の感覚からするとなかなか古めかしい容姿が特徴だな。見た目の特徴からも、かなり前から存在している怪談話ってことかしら。そういえば決まった手順で何かをすると呼び出せる系の話よね。そこに関してはバリエーションが多すぎるから後で説明するぜ。花子さんの原点は1950年代の3番目の花子さんという怪談だとされている。それから昭和23年3月3日に発生した、トイレが落雪で潰れ男子生徒が犠牲になった、という事件が起源でもあるという話があるんだぜ。それじゃあ女の子じゃないってこと？そうだな、この段階では花子という女性や幽霊は出てこない。そうだったのね。1980年代になると口裂け女や人面犬と並んで、全国の子供たちから恐れられる今日の怪談の形になって、90年代になり映画や漫画など様々な作品に取り上げられるようになり、知名度を飛躍的に上げたんだ。口裂け女に関しては、大人とか警察も動くような事態になってたし、こっくりさんも学校で禁止になったりとかあったし、80年代から2000年に入るくらいまでって、オカルトブーム的な流れがあったのかしらね。さて、怪談のバリエーションについてなんだが、一番メジャーなのは、女子トイレの3個目の個室の前に立って、3回ノックしてから花子さん遊びましょと声をかけるというものになるな。私が学校で聞いたのも概ねそういう内容だったわ。私の学年のトイレは個室が2つしかなかったんだけど、大富豪並みにローカルルールの多い花子さんの怪談だが、3階のトイレや5年生のトイレなど場所を指定するものや、4時44分や夜など時間を指定するものもあるみたいだな。これに関してはみんなの花子さんルールを聞いてみたいわね。他にも個室の前で3回回らないといけないとか、花子さん花子さん出てきてくださいなど声かけの言葉が違うとか、本当にありとあらゆるバリエーションがあるんだぜ。中には特に呼び出さなくても出てくる、なんていうのもあるんだよな。勝手に出てくる花子さん、怖すぎるでしょ。絶対にもうそのトイレ使えないじゃない。呼び出した後の対応も千差万別で、指定の遊びに参加しないとたたられるとか、首吊りごっこしようと言われて殺されてしまうとか、ただ出てくるだけとか、無害な花子さんから危険な存在までいろいろなんだぜ。中にはトイレには花子さんと太郎さんの霊がいて、夜中に遊ぶというだけの話もある。人間サイドが干渉できないタイプの話もあるのね。近年は若干ゲームっぽい設定になってたりするものもあるから、今でも変化しつつ伝承されているのかもしれないな。ゲーム的な設定？基本的な流れは一緒なんだが、返事があった個室のドアを開けると、おかっぱ頭の女の子が立っていて、話しかけると戦闘になり、倒すとラバーカップがもらえるというものだな。花子さんは RPG の隠しボスか何か？さて、そんな花子さんの怪談だが、元になった事件が存在する。そうなの？さっき言ってた落雪で亡くなった男の子じゃなくて、別の事件だぜ。その事件が起こったのは1937年の岩手県。5人家族の父親が不倫をしていて、それに気を病んだ母親が一家心中を図ったんだ。一家心中と学校に何の関係が？長男と次女が母親に殺されるところを見た長女は、家から逃げ出して学校のトイレに隠れたんだ。そういうことね。追いかけた母親は学校の用務員に女の子が来なかったか尋ねるんだが、訳を知らない用務員はトイレの一番奥にいると伝えてしまうんだぜ。捕まって学校から連れ出された長女は翌日、家族と共に変わり果てた姿で発見されるんだ。用務員さんも悪気はないっていうのが、余計にしんどいわね。この事件から長女が隠れていたトイレでは、長女とよく似た女の子が目撃されるようになってしまったという話だぜ。その女の子が花子さんっていう名前だったの？いや、実際の名前は違ったんだが、当時の一般的な女の子の名前ってことで、その名前で広がったんじゃないかと言われているぜ。日本中の学校で有名な花子さんの怪談に、そんな悲しい裏があったなんて、ちょっと衝撃だわ。4. 重ねが淵。4つ目は重ねが淵だぜ。これは聞いたことないかも。どういうお話なの？慶長年間、1600年頃の下宇佐国豊田郡、今の茨城県にある羽生村という場所で起きた出来事だぜ。その村で暮らす与右衛門という百姓とその交際、お杉という夫婦がいたんだ。なかなか古い時代のお話なのね。お杉の連れ子だった男の子助は生まれつき顔が醜く、目と手足に障害もあったために、与右衛門は助をひどく嫌っていたんだ。最終的に、助が邪魔になった与右衛門は、お杉に対しこのまま助と暮らしたいなら家を出て行けと迫ったんだぜ。お杉さんはどうしたの？自分の身を第一に考えたんだな。助を騙して土手に連れ出し、川に投げ捨てて殺してしまったんだ。そんな、ある年に、今度は与右衛門とお杉の間に女の子ができる。
だが、ルイと名付けられるその女児は、スケに容姿が生き写しだったんだぜ。その様子に村人たちはスケの呪いではないかと噂を立て、彼女のことをルイではなくカサネと呼ぶようになるんだ。両親はスケに恨まれても仕方ないことをしたわけだけど、呪いなんて本当にあるのかしら。それから時が経ち、両親が相次いで亡くなって一人になったルイは、病気で苦しんでいた流れ者の谷五郎を看病したことをきっかけに、彼と結婚することになるんだぜ。谷五郎さんも彼女の優しさにグッと来ちゃったのね。両親こそ亡くなってしまったけど、幸せをつかみ取れたみたいでよかったわ。これから幸せが続くんだったらよかったんだけどな。え？どういうこと？谷五郎は次第に醜い容姿のルイを疎ましく思うようになったんだな。それから別の女と一緒になろうと、彼女を殺す計画を立てるようになったんだ。1647年の8月11日、家に帰ろうと急いでいたルイの背後に忍び寄って川に突き落としてしまったんだぜ。助けてもらった恩もあるのになんてひどい男なのかしら。せめて谷五郎は罪を償ったんでしょうね。目撃者もいたんだが、ルイがいろんな事情で忌み嫌われていることもあって、ルイの殺害に関して不問になってしまったんだぜ。最悪だわ。その後は谷五郎は何人も交際を取るも全員亡くなってしまい、6人目の妻、清との間にようやく菊という娘が生まれたんだぜ。すくすく育った菊だったが14歳になった時、ルイの怨霊が取り付き、谷五郎の数々の非道を暴露し供養を求めてきたんだ。菊ちゃんは本当に何も悪くないのがかわいそうだわ。近くの飯沼というところにある御用寺に滞在していた祐天上人という人物が、この話を聞きつけてルイの下脱に成功するんだが、すぐに今度はまた別の何者かが取り付いて、菊を苦しめ始めたんだ。今度は誰よ？スケだ。スケの怨霊だったんだぜ。村の古株に聞いたところ、ルイとスケの経緯が明らかになったことで、祐天上人はスケにも戒名を授け、下脱させることに成功したんだぜ。なんというか人の怨念とか因果みたいな話だったわね。何の罪もない菊さんが解放されてよかったし、ルイさんとスケさんの霊も成仏できたみたいでよかったわ。ところでこの怪談って実話なの？この資料付きの事件は資料下脱物語聞き書きという書物に記されているから、もし興味がある人がいれば、原点に当たってみるのも面白いと思うんだぜ。この書物によれば実話だとあるんだが、何とも言えないというのが実際のところだな。そうなのね。茨城県の宝蔵寺には今でも、祐天上人が供養に用いた数珠や類の墓が残されているんだよな。それから祐天上人も実在していた人物なんだ。だったらこの話も実話なんじゃないの？この資料下脱物語聞き書きというのは、資料を払った祐天上人の力を称えることで、宗派を広めるために刊行されたものなんだぜ。その点を鑑みると祐天さんすごいでしょっていうために、誰かが創作した物語である可能性があるってことね。それならスケさんもルイさんも菊さんも不幸な目に遭っていないわけだから創作なら創作でいいわね。5、サトルくん。最後はサトルくんだ。誰？このサトルくんという存在が誰なのかは不明なんだが、電話を使って行う幽霊との交信術みたいなものなんだよな。ある種の降霊術でもある。それはどうすればいいの？まず、公衆電話から自分の携帯に電話をかけるんだ。そうすると設定によるかもしれないが留守番電話がオンになって、メッセージを入れることができるようになると思うんだ。それから？そこでサトルくん、いらっしゃるならお返事くださいと言って電話を切る。それから携帯の電源を切るんだぜ。ここで注意なのは公衆電話は必ずテレホンカードではなく10円玉でかけることだ。こっくりさんでも10円玉を使うけど、10円には何か不思議な力でもあるのかしらね。すると24時間以内に携帯電話にサトルくんから電話がかかってくる。電話を取ると今、〇〇にいるよとサトルくんが場所を知らせてくれるんだ。すぐに電話は切れてしまうけど、何度もかかってくるはずだぜ。なんで要件を一回で言わないのかしら。つなぎっぱなしでよくない？そこはほら、メリーさん的なあれだよな。サトルくんも電話の度にどんどん自分の現在地に近づいてくる。質問を用意するなら、この辺がタイムリミットだと思うぜ。どうして？もう、後ろにいるよと言われた時にすかさず質問しないと、どこかに連れ去られてしまうからなんだぜ。ちなみにお約束だが、この時に後ろは絶対に振り返っちゃダメだ。サトルくんの正体は気になるけど、振り返っちゃダメってめちゃくちゃ気になるじゃない。サトルくんの正体に関して、何でも答えてくれるから未来人説とかも出たりしている、ちょっと面白い回なんだよな。面白いというか普通に怖いけどね。実際のところサトルくんが流行った2002年頃は携帯を使って怪人を呼び出し、代償を払って質問に答えてもらう怪人アンサーという話が流行った頃でもあるし、
メリーさんとかリカちゃんとかも有名になった頃で、携帯や公衆電話も共存していた時代だからな。いろんな状況とかが重なって、ミックスされた結果、生まれたものじゃないかと言われているぜ。すべてがちょうどいい時代だったのね。今やろうと思うと、公衆電話を探すのがちょっと大変かしら。さて、今回は真相が気になる日本の都市伝説ということで5つ解説してきたな。よく知っている話もそうでないものも、たくさんあったわ。実際に起きた悲惨な事件がベースになって生まれたっていうのは、ちょっと衝撃的だったわね。世代によって流行り廃りはあると思うんだけど、知っている都市伝説怪談の真相がわかるとより怖さに深みが増すよな。そうね。ゾワッというかじわじわ怖い感じだわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。きたきたきたー。ロマンの時間だぜー。おい、ちょっと待て。私の語尾を奪って代わりに解説するつもりか？そんなことさせないぜ。ロマンってことは、都市伝説の解説を求めてるんだな。わかってるじゃないの。さあ、早く解説しなさい。了解だぜ。それじゃあ今回は、世界の都市伝説6000について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。なんだ？いつになく熱すぎるこの冒頭は。勢いって、大事なんだよ。1経済崩壊を警告する謎の千円札。それじゃあまず最初に紹介するのは日本からだ。題して、経済崩壊を警告する謎の千円札についてだ。経済崩壊を警告する謎の千円札？千円札に何かが書かれてあったってことなの？ズバリその通りのことが起きていたらしい。いわく、旧ツイッター、現在の X にて、こんな文字が印字された千円札の画像が複数投稿された。2024年までに食料備蓄をしてください。経済崩壊78年周期はグレートリセットのため意図的に実行されます、と。マリサ、もしかして知らないの？プププ、お札に落書きなんかしちゃったら、それは法律違反になっちゃうのよ。えらくでかい態度でバカにしてくるじゃないか。その知識が間違ってるとも知らずに。え？お札に落書きすること自体は違法ではない。違法になるのは高価に落書きをした場合。そして故意に破棄した場合は違法になるんだ。お札の方じゃない。そうだったわ。とりあえず出花を追ってやったわけだが、今回紹介する内容は、単純な落書きとも思えない内容なんだ。さっきも話した通り、2024年までに食料備蓄をしてください。経済崩壊78年周期はグレートリセットのため意図的に実行されます。などと綺麗に黒字で印字されている千円札が見つかっている。これ、いつ頃の話なの？遡ること2023年の7月下旬あたりから、ちらほら確認されているそうなんだ。主に SNS を通じて投稿されているんだが、なぜこんな紙幣が存在するのか。そしてここに印字されている内容は何を指すのかなど、都市伝説好きにはたまらない話題となったんだ。その気持ちなら私にもわかるわ。だって今現在、私がワクワクしてるからね。で、どんな考察がされているの？まず最初に考えられる可能性は2つあるそうだ。一つは愉快犯による仕業。これといった目的はなく、ただ話題にさせることが目的、ということだな。もう一つの可能性は、単純に頭のおかしい人物、あるいは偏見を持った人物による行動。まあこんなところだな。なるほどねー。愉快犯の可能性もあるし、偏見を持った人が関与している可能性も十分考えられる話ではあるわね。しかしこんな解説では満足しないことは百も承知だ。ここからはその内容について言及していきたいと思う。わかってるじゃないの。そうよ、まだまだ全然満足してないわ。もっと深掘りしてちょうだい。まず最初に、2024年までに食料備蓄をしてくださいとの文言についてだが、前提として、日本は世界的に見ても食料危機になりやすい国と言えるんだ。世界情勢以下では、そういう状況に追い込まれる可能性が他の国に比べて高いとされている。その理由はわかるか？これはなんとなくイメージできるわね。日本の食料自給率の低さが関係しているんじゃないの？ズバリそれだ。日本は世界175カ国ある中で、食料自給率は実に124番目に位置している。パーセンテージで言えば、カロリーベースで 38% で、生産額ベースで 63% となっている。ちなみにカロリーベースってのは、カロリーの高い食品のこと。お米とか小麦粉とか、油脂類などが当てはまるな。生産額ベースは単価の高い食品のことを指す。ことに最近では野菜の価格高騰が社会問題にもなっているからな。野菜関連は生産額ベースに分類されるんだ。って考えると、日本の主食は 50% を余裕で下回ってるってことなの。
日本が輸入に頼って生きているのは、もはや周知の事実だ。そんな中で国際情勢の悪化は、日本にとっては死活問題となる。ロシア、ウクライナ問題も日本の食文化に大きな影響を与えているのは、ニュースを見ている人であれば、誰でも知っているだろう。だね。しかもここに来て、もう一つ、重大な問題が残っている。なんだかわかるか？もう一つの重大な問題？今、世界中を騒がせているイスラエル、ハマス問題とか？いや、もっと昔から問題になっていながら、ここ最近になって現実味を帯びてきて、いつ日本に餓死者を出すともしれない、大きな問題になっていることがある。それが中国の台湾侵攻についてだ。なんか、随分ディープな国際情勢の話になってきたわね。理解度を上げるために、中国の台湾侵攻について、少し解説してくれない？いいぜ。ざっくり解説すると、中国側としては、台湾は本来、中国の領土である、と強く主張しているんだよ。事実、日清戦争時代では台湾は中国の領土となっていたけれど、大日本帝国に敗戦したことにより、中国は台湾を日本に明け渡した。しかしその後、日本が太平洋戦争に敗北した際、中国は台湾をもう一度手中に収めようとしたんだが、この時、台湾に逃げ込んだ蒋介石が国を統治するようになり、中国の国力も今ほど強くなかったことから、台湾統一は毛沢東時代からの中国の目標になっているんだ。で、今、中国は軍事超大国となっていっており、武力による台湾への侵攻も現実味を帯びてくるようになった。ここでもし中国が本当に台湾を統一するようなことがあれば、日本にとってとんでもない影響が出てしまう。それが、シーレーン封鎖なんだ。シーレーン封鎖？シーレーンとは日本が外国と貿易をする際に利用する貿易航路のことだ。これがちょうど台湾とフィリピンの間を通っていくルートなんだが、中国が台湾統一をした際には、このシーレーンが封鎖される可能性が出てくる。こうなると日本は日常的に使用していた貿易航路を遮断されることとなり、今後、かなり大回りをしないといけなくなる。そうなれば物価は高くなるし、そもそも食料が入ってこれるのかどうか、という問題に直面することになる可能性だってある。一説によればシーレーンが封鎖されてしまったら、日本人の過半数が餓死するのではないか？とも囁かれてるんだよ。めっちゃヤバいじゃないの。で、今回、千円札に書かれていたとされる謎の文言、2024年までに食料備蓄をしてくださいとはすなわち、中国の台湾侵攻が2024年に行われる可能性を示唆しているのかもしれない。って話さ。いや、今の話を聞いたらその可能性も十分あるわよ。余談だが、中国の台湾侵攻は2025年に開始される恐れもあるとの予測もあるそうだ。日本を守ってくれているアメリカも軍事力、経済力が衰え始め、オバマ大統領の時には、アメリカは世界の警察官ではないとの発言をするに至った。加えてロシア、ウクライナ問題においては、アメリカはウクライナに支援をしているし、来年には大統領選が控えていて国内は慌ただしくなる。そんな時に中国が台湾侵攻を実行した時に、アメリカがどこまで関与してくるのか、正直予測が立たないというのが現状なんだそうだ。意外にもあっさり台湾統一を宣言されてしまうかもしれない。そうなると、今度は日本に多大な影響を与えられるわけね。あくまで、可能性の話だがな。ついで、経済崩壊78年周期はグレートリセットのため意図的に実行されます。という文言についてだが、まずは一番霊夢が気になっているであろう言葉、グレートリセットについて解説しよう。お願い、正直、グレートにリセットするって解釈しかできてなかったから、もうチンプンカンプンなのよ。だろうな。グレートリセットとは、金融関係や社会経済などにおいて、システムを一度リセットしてやり直す、という意味なんだそうだ。これだけ聞くとわかりづらいだろうが、一言で言ってしまえば、経済システムの一新だな。まだちょっとよくわかんないかも。なら、経済崩壊78年周期と一緒に解説しよう。経済崩壊78年周期とは1944年に行われた、ブレトンウッズ体制のことを指しているそうだ。これはアメリカ、ブレトンウッズホテルで行われた会議なんだが、この会議によって世界の共通通貨はドルになったんだ。こういう金融関係、経済関係の大転換のことを、グレートリセットというわけだな。そして問題なのは、一説によればこういう経済システムの一新は、誰かが糸を引かなくても周期的に起こるとされているんだ。今回で言えば78年周期、ということになる。しかしこれを、意図的に実行されるというのが今回の傾向なんだ。そんなこと可能なの？国レベルが動けば不可能ではない。それに例えばの話、中国が世界の覇権を握れば、共通貨幣はドルではなく、元になる可能性だって十分ある。これを、
意図的に実行されるという文言は、ただのいたずらにしては手が込みすぎているし、時代の動きをよく見ている人間が起こした行動のようにも思える。じゃあ、もしかしてこのケイクは本当に、何者かが一般市民に警告しようとしているのかもしれない。ただ、なぜ千円札に印字したのか、また他にも方法はたくさんあったはずなのに、どうしてこんな回りくどいやり方をしているのか、その辺のことは一切わかっていないし、何より現物を見たことのない私からすれば、こんな千円札が実在するのかさえ疑ってしまう。でも、日本が食糧危機に瀕する可能性は十分にあるのよね？そうだ。だから今回の件を機に、備蓄を始めるのもいいと思うぜ。そうさせてもらうわ。2、セルビアの踊る女。さて、それじゃあ二つ目の紹介に行くぜ。次は少しホラーテイストの都市伝説。セルビアの踊る女についてだ。セルビアの踊る女？セルビアのダンシングレディとも呼ばれるそれは、きっとここで話を聞くよりも、まずは動画を見てほしいくらいだ。正直、意味がわからなさすぎて恐怖を覚えるんだよ。どんな動画が再生されるわけ？そんなこと言われちゃうと怖くって検索できないじゃないの。動画の内容は至ってシンプルだ。静まり返った道路の上で、女性が奇妙な踊りをしている動画だ。両手を左右に伸ばして、両足をくっつくけたまま、その場で跳ねるような動きをしながら左右に腰を振る。大抵、夜遅い時刻。確認しているだけで一番遅い時間は深夜3時頃。そんな真夜中に、セルビアの踊る女が出没している動画が TikTok に投稿されていて、中にはマンションの窓から撮影されてるものもあれば、実際に目の前で踊っているパターンも撮影されたことがある。これが非常に不気味でな。両手を伸ばして踊ってる。しかも誰もいない道路の上で。軽快な音楽とかは流してたりしないの？周辺の静けさも相まって、無音に近い。正直、旗から見れば何かに取り憑かれてるんじゃないかって思ってしまうほど、不気味だぜ。興味があるなら、本当に一度、YouTube で調べてほしい。口で表現できないような不気味さを感じてくれるはずだ。そんなに不気味なのね。また恐ろしいのは、踊る女と言われていることもあり、ほとんどの場合が女性であるパターンが多いんだ。また撮影者が近づいたら、襲いかかってくる動画も出回っている。それって本当に起きてるの？もしそんなのが本当だったら事件だわ。動画のネタとして投稿しているだけのように思えるんだけど。もちろん、そういうつもりで投稿している人物もいるだろうな。ちなみに今回の踊る女が、セルビアの踊る女と呼ばれている理由は、最初に報道したのがセルビアの首都、ベオグラードの地元メディアが取り上げたことで、世界中に知れ渡ることとなったそうだ。報道によれば、2019年頃、民族衣装を着た女性が例の踊りを踊っていたそうだ。住民が声をかけると、所持していた包丁を手に追いかけてきて、車や人々がいる前に出ても飛び跳ねていたんだとか。もしそれが本当だったんなら、完全に頭がいっちゃってるわよ。この様子が地元メディアに報じられ、子供や妊婦さんなどが襲われる可能性があるかもしれないと、住民の間では噂になっていたそうだ。肝心のその女性は逮捕されておらず、その正体も不明とされている。そして噂だけが一人歩きするようになったらしい。そりゃ都市伝説にもなるわよ。夜中に女性が一人で踊ってるってだけでも、すでに不気味なのに。余談だが、この手の都市伝説はどこの国にもあるようだ。アメリカでは、笑う男という都市伝説がある。これも、セルビアの踊る女とよく似ていて、夜中、変な踊りのような歩き方をしている男に遭遇したら、走って追いかけられるという都市伝説だ。ちなみに、笑う男という名前がついているのは、変な踊りをしている時、また追いかけてくる時、その男はこの世で見たこともないほど、恐ろしい笑みを浮かべているから、だそうだ。そうなのね。それもそれで恐ろしいわ。まあ、日本の口裂け女と同じように、いつの間にか出来上がっていた都市伝説である可能性も否定しきれないからな。むしろセルビアという小さな国の都市伝説が世界中に知れ渡っていることから、ソーシャルメディアの恐ろしさが垣間見える都市伝説でもあると言われているぜ。でも、夜中に変な踊りをしている人には近づきたくないな。間違いないわ。3、ロシアのスパイ疑惑のイルカ。さて、それじゃあ本日3つ目に紹介する都市伝説は、ロシアのスパイ疑惑のイルカについて解説していくぜ。なになに、動物兵器がこの時代に導入されているの？その辺は別にはっきりと証明されたわけではない。しかし奇妙な一件と言わざるを得ない動物が発見された。2019年、ノルウェー沿岸部にて、一匹の白イルカが発見された。この白イルカはただの白イルカではなく、ロシアのスパイなのでは？と騒がれている白イルカなんだよ。
なんでそんなことが言えるの？白イルカはロシア固有の領海にしか存在しない生き物でもないでしょ？その白イルカには体にカメラホルダーが付属されている。特製のハーネスが装着されていたんだよ。ハーネスってのは、犬でいうところの首輪、馬でいうところのバグに当たる。ほうほう。なんでそんなものが装着されていたのかしら？だからスパイって言われてるの？と、考えられている。この白イルカには、バルジミールという名前が付けられた。ノルウェー語のクジラを意味する言葉と、ウラジミール・プーチンを掛け合わせた言葉だな。でもいいの？そんな風に決めつけちゃって、おかしな装置が装着されていたのは確かでしょうけど、それにロシアが関係しているかどうかはわかんないんじゃないの？それがそうでもないんだよな。バルジミールに装着されたハーネスには、サンクトペテルブルクの危機という表記がされていたんだよ。このハーネスはすでに取り外されているんだが、ここに表記されていたサンクトペテルブルクってのは、ロシアにある。そんな地名の書かれたものが白イルカに装着されていたら、誰だってロシアを疑いたくなるってもんさ。それに今回のロシア、ウクライナ戦争の際に、ロシアが軍用イルカを実戦投入したという話もある。それにロシアはイルカを戦闘要員として訓練している事実は認めているしな。今回、バルジミールが発見されたのは、2019年の話。ロシア、ウクライナ戦争が勃発したのは、2022年2月24日。考えられない話ではないだろう？確かに。でもロシアはスパイ目的だとは認めないでしょうね。だな。現在では、おそらく軍用施設から逃げ出してきたイルカなのではないか？という憶測が広まっているぜ。非常に社会性の高いイルカだとされているのに、現在も単独で行動しているらしく、今年に入ってからはスウェーデン沖で発見されているからな。謎は深まるばかりだぜ。でも、その、ロシアの軍用施設から逃げ出してきたって説は、割とある話なのかもしれないって思ったわ。動物を兵器として使用するなんて、ちょっと許せないわね。まあ、今回発見されたバルジミールが、本当にロシアのスパイなのかどうかは分かっていないからな。早合点するわけにはいかないが、否定的にも可能性はなくはないそうだ。社交性が高いのに単独行動をしているのは、ロシアに戦闘要員として訓練されてきたから、ということもできなくはない。しかし、証拠も何もない状態で叫ぶわけにもいかない。あくまで都市伝説の一つとして、知っておいてほしいな。今後、新たな発見があれば教えてね。バルジミールみたいなイルカが何十匹、何百匹も見つかった、とか。そんなことになれば、さすがのロシアも原因調査の結果を報告しないといけないんじゃないかな？するかどうかはともかくとして。まあでも進展があればまた機会を設けて紹介するぜ。よろしくね。4. 青木ヶ原さん。次に紹介するのは、青木ヶ原さんについてだぜ。青木ヶ原さん？それは私の知っている体重をなくしてバナナの皮で滑って、同級生に秘密を知られてしまったヶ原さんとは違うの？そのヶ原さんじゃない。そのヶ原さんも時々めちゃくちゃ怖いけど、今回紹介する青木ヶ原さんは不気味という点で恐ろしい。これも都市伝説なんだよね。どういうタイプの都市伝説なの？まさに、文明が発達した今だからこそ生まれた都市伝説だな。現在、AI 技術の進歩は素晴らしく、まさに破竹の勢いとも言うべきだ。最近では AI に、こんな風な画像を描いてほしい、と頼むと絵まで描いてくれる時代になっているしな。ああ、確かに。そういうの聞いたりするもんね。で、世界中でそういうアプリが使用されているんだが、今回は、ローブというアプリにて、青木ヶ原と打ち込むと、定期的に同一人物と思える女性が現れるそうなんだ。この一件を発見したのはライターでもあり漫画家でもある、村田ラム氏という人物なんだが、青木ヶ原と打ち込むと、髪の長い日本人女性が現れるそうだ。この女性、とにかく不気味で、森の中でカバンも何も持たずに体一つで座り込んでいる様子や、遠くを見つめている様子が書かれているそうだ。何それ、めっちゃ不気味じゃないの。目もどこかうつろな感じがしていて、中には森と一体化しているような画像もあるんだとか。まあ、必ずしも女性の姿で描かれるわけではなさそうなんだが、特定の髪の長い面長の顔をした女性を、青木ヶ原さんと呼ぶようになったそうだ。で、そもそもなんでこんな風になっているのかについてなんだが、そうだよね。AI がなんで同一人物と思えるような女性を描いているのかしら？実はこんな憶測が飛び交っているんだ。いわく、人には見ることのできないもの。AI のパターン認識でようやく判別できる何かがいて、それを学習した結果、この不気味な女性が生成されてしまったのではないかとか、AI がここには何かがいるということを学習した結果なのでは？などなど。要するに、人には見ることができない、感知できない何かが存在していて、
AI がそれを読み取った結果、こんな画像が出来上がってしまった、という説が出回っているんだよ。それってつまり、幽霊的な何かがいて、AI がそれを感知したってこと？その可能性があるんじゃないかと指摘されているぜ。嘘でしょ。お化けなんていないさって思ってたのに。これもはっきりした理由がわからない以上、AI がそう学習したという他はない。そうでなくても、昨今では AI が人間の手を離れて、自己進化をし始める現象、技術的特異点が問題視されているからな。今回の一件がその前兆でないことを祈るぜ。実際にその技術的特異点が起きるとどうなっちゃうの？人間の支配から脱却した AI は、恐ろしい速さで進化していく。その結果、人類を敵として認識する可能性だってある。ターミネーターが現実に起こるような感じだな。なんてことなの？まあその辺の話はまた今度詳しくしてやるよ。霊夢も、もし気になるんだったら、青木ヶ原さんを検索してみるといい。いろんな不気味な画像が出てくるから。まあ、そのうちね。5.15 分都市の陰謀論。よっしゃー。それじゃあ次のテーマ、15分都市の陰謀論について話していくぜ。15分都市の陰謀論？なんかあれだね。なんだっけ？あ、思い出した。世界5分前仮説みたいなネーミングね。あれか、世界は5分前にできた、という思考実験の話だな。確かにネーミングは似ているような気がするが、今回紹介したい15分都市の陰謀論は全くの別物なんだ。そもそも、15分都市とは都市計画の一端で、内容は至ってシンプル。日常で必要とされる用事を徒歩、あるいは自転車で完結させられるようにする都市計画だそうだ。なんだか、それだけ聞くと、めちゃくちゃ市民のためになるような計画じゃない？そうなんだよ。つまるところ、医療、教育、そして生活必需品などを取り扱うスーパー、そして自然の良さを演出する緑化スペースの設置。これらを徒歩、あるいは自転車で15分以内の場所に設置する。この都市計画の最大のメリットは、自動車を使わなくて済むという点だ。住民と連携して都市計画に臨み、空気汚染に対する施策になるし、地球温暖化を引き起こしている原因の 20% は、人為的な汚染で、交通機関、ことに乗用車による空気汚染は甚大だという。そうでしょうねー。でなければ、ここまで世界的に電気自動車の開発や環境整備に力は入れないでしょうから。願わくば、コンパクトで充実した街づくりとなるが、まさかこんな施策が陰謀論に姿を変えるとは、誰も思いもしなかっただろうな。こんな市民に寄り添った政策を、どう解釈すれば陰謀論になるっていうの？どうやらこんな見解を述べている団体がいるらしい。この政策は市民を狭い範囲内に閉じ込め、個人の移動の自由を制限する目的だと。正直、こんな見解を本気で叫んでいるだなんて信じられないだろう？とても信じられないわね。しかし、この施策が考案された時、コロナパンデミックが世界を覆ったんだ。このことからどんどん本来の施策におひれがついて市民の耳に入るようになり、最終的には、15分以上かかる地域への移動をした者は警察に逮捕されるとか、市民は常に監視カメラで監視されているなどなど、コロナパンデミックにより煽られた不安が原因となり、この施策に反対する市民が増え始めたんだ。事実、政治家や発案者のモレノ教授は殺害予告までされる始末。完全にパニックになってるじゃない。別にそういう施策じゃないでしょ？ただ単純に利便性を高める街づくりをしたいだけなんだよね。そもそも誰がこんなデマ情報を流しているのよ。どうやら、ロックダウンに反対する団体や、コロナワクチンに反対するグループ、つまり極右団体だな。これらのグループが陰謀論を流している可能性が高いとされている。なんか、偏見って怖いわね。ちなみに、コロナパンデミックとは関係なく反対している人もいるぜ。その理由としては、富裕地域と貧困地域の格差が拡大する恐れがあるというものだ。つまり、富裕層が住む場所と貧困層が住む場所が、明確に分かれてしまうということだな。これはこれで新たな問題に発展する可能性が示唆されている。言うなれば、ワンピースの天竜人と、そうでない人みたいな感じね。まあ、あそこまではっきりとした格差は生じないかもしれないが、似ているといえば似ているのかもしれない。ただ今はっきり言えることは、15分都市の陰謀論は、作為的に広げられた可能性が否めない。この世の中には他にもたくさんの陰謀論があるわけなんだが、今回の陰謀論はどちらかというと世間を惑わすだけ。そういう印象を受けるぜ。そうね。ロマンを感じられるタイプの陰謀論ではないわよね。実際にいい施策だと思うし。まあ若干理想論に近いような気もするけど、課題を乗り越えれば市民に寄り添った、いい政策になると思うわね。陰謀論なんか跳ねのけて、正しい認識を知ってもらえるといいわね。全くその通りだぜ。
6、マーシー・ブラウン吸血鬼事件。それじゃあ最後に紹介するのはこれ、マーシー・ブラウン吸血鬼事件についてだ。吸血鬼事件？これが都市伝説になっているの？そうなんだよ。時に霊夢、吸血鬼の存在を信じるか？は？何言ってるの？吸血鬼なんて空想上の生き物でしょ？現実に存在しているわけなんかないじゃないの。頭でも打ったの？言ってくれるじゃねえか。でもこの話を聞いたら、吸血鬼が実在するかもしれない、なんて言い出すんじゃないかと私は思うわけなんだよ。随分自信満々なのね。解説していこう。時は19世紀頃。場所はアメリカ東部、ロードアイランド州のエクセターという場所がある。この場所はかなりの田舎町だったんだが、1880年代にこの土地にブラウン一家が移り住んできた。そして、このブラウン一家に悲劇が襲ったんだ。ごくり。どんな悲劇が襲ってきたの？ブラウン一家は結核に悩まされていた。現代医学では結核は投薬治療で治すことができるんだが、当時は不治の病として恐れられていた。1884年には妻、メアリーが逝去。1888年には長女、メアリー・オリーブが逝去。その3年後に次女のマーシーが結核に罹患し、2ヶ月後に死亡。息子、エドウィンも1892年3月に罹患してしまった。次々とかかっていってるじゃない。こんなことってあり得るの？当時は結核に対する治療法はなく、また医学に関する知識も乏しい時代だ。そういう時代には迷信や民間伝承、今でいうところの都市伝説を本気で信じている人は少なくはなかった。当然、次々と死去していくブラウン一家の姿を見る村人たちの視線は、実にいぶかしいものを見るごとくだっただろうな。だからこそ、こんな噂が立ち始めたらしい。死んだ家族の誰かが吸血鬼で、夜な夜な墓から這い出ては息子、エドウィンの血を吸いに来ているのではないか？と。そう思いたくなる気持ちはわかるかも。現代だったとしても、もし私の近くでそんな現象が起きてしまったら、人知を超えた存在の影響を受けているのかもしれない、なんて思っていたかもしれないわ。ましてや迷信などが信じられた時代だ。周囲の村人たちだけではなく、吉祥寺もまた、吸血鬼の存在を疑い始めたそうだ。何より、日に日に弱っていくエドウィンの姿を見ていられなくなったジョージは、妻や娘の墓を掘り起こす決断をしたのさ。すると、そこに何があったと思う？何があったの？次女マーシーの遺体はまるで傷んでおらず、眠っているかのように綺麗で、加えて髪の毛や爪は伸びていたらしい。このことに当時の村人たちも驚き、マーシーが吸血鬼だ、と大騒ぎ。マーシーの遺体から心臓を取り出し、それを燃やして灰にしたそうだ。それくらい、恐れてたってことよね。ただこの後の行動もまさに迷信を信じた村人らしい行動をしていてな。その灰を水に溶かしたものを、なぜかエドウィンに飲ませていたんだとか。結局、看病の甲斐なく、エドウィンもまた結核により亡くなってしまったんだがな。でも、吸血鬼の物語としては上出来ね。吸血鬼は実在するかもしれないわ。そしてそれ以降、マーシーが夜な夜な墓地の周りを歩き回っている。という怪談話が今なお言い伝えとして存在しているんだとか。なるほどねー。しかし、一応、解説しておくと当時はかなり厳しい冬だったらしく、マーシーの遺体が傷んでいなかったのは、今から考えるとそれほど不思議な話ではないそうだ。とはいえ、現場にいた医師が今話した説明を村人にしたらしいが、すっかり吸血鬼の存在を信じて疑わなかった周囲の人たちには、聞き入れてもらえなかったんだとか。なんだか、そう考えると体を切り刻まれてしまったマーシーが少し気の毒に思えるわね。まあ、そもそも結核で家族全員を亡くしたブラウンさんが一番気の毒なんでしょうけど。そうだな。だからなのか、マーシーは、アメリカ最後の吸血鬼として知られていて、今では観光地にもなっているそうだ。そうなの。ここでは、集団ヒステリーの中では誤情報に惑わされて、正しい判断を下すことの難しさを学ぶ場としても見ることができるんだ。なんだか、悲しい都市伝説ね。全部が全部、ロマンに溢れているわけではないさ。さて、今回は、世界の都市伝説6選について解説してきたぜ。いやー、今回も今回とて面白かったわ。でも都市伝説といっても、全部が全部ロマン溢れる話ってわけじゃなくて、悲しい現実が背景になっているパターンがあることを知らされた気分だわ。当事者からすれば、今私たちが楽しんで聞いている都市伝説も、シャレにならない大惨事だったことを伺えるよな。教訓にすべきことは教訓にして、楽しむところは楽しみたいぜ。そうね、また次回も楽しみにしてるわ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくり霊夢です。
ゆっくりマリサだぜ。ふふ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 。ついにこの時が来たぜ。どうしたの？頭でも打ったの？マリサ？キャープテン。え？キャプテンマリサだ。そんなわけないじゃん。パイレーツオブカリビアンの見すぎなんじゃないの？今日はその都市伝説から解説してやろうと思ったからこそ、役作りまでしてきたっていうのに、配慮に欠ける女だぜ。まあいい。今日は、世界の都市伝説8000について解説していくぜ。あ、なるほどね。そういうつもりだったのね。了解。それじゃあ早速お願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、フライングダッチマン号。それじゃあ流行る一番最初に紹介するのは、パイレーツオブカリビアンでも登場したあの幽霊船、フライングダッチマン号について解説していくぜ。ああ、なるほどねー。それで冒頭、ジャック・スパロウになりきっていたってわけね。納得だわ。それにかの有名な船について知れるのならなおさらね。それじゃあ、行くぜ。フライング・ダッチマン号とは、イギリスの伝説上に存在する幽霊船だ。フライング・ダッチマンは日本語に訳すと、さまよえるオランダ人とか、さまよえるオランダ船などなど、船長のことを指す場合もあれば、船のことを指す場合もある。ちなみに船長の名前は、ヘンドリック・ファンデルデッケンだ。言い伝えによれば、彼は17世紀を生きていたらしい。名前がはっきりしてるのね。それで、そもそもどんな伝説が言い伝えられているの？ヘンドリック・ファンデルデッケン船長は、南アフリカ共和国、西ケープ州ケープタウンにある、ケープ・オブ・グッド・ホープ、通称、希望峰と呼ばれる岬付近で嵐に出会ったんだ。そしてこの嵐に対して悪態をついたヘンドリック船長だったが、実はこの嵐は神が起こした嵐だったそうなんだ。ヘンドリック船長の悪態は、神の所用に対する悪態であるとされ、神は怒った。そして神と精霊たちが、ヘンドリック船長が乗っているフライングダッチマン号に向けて、様々なものを投げつけてきたそうなんだが、ヘンドリック船長は強引にケープタウンのテーブル湾に押し入ろうとしたんだ。その際、船は大きな岩に激突してしまい、あえなく沈没。乗組員は全員死亡してしまい、ヘンドリック船長と命を落とし、亡霊となった船員たちは、神の許しを得るまで、永遠に海を放浪する羽目になってしまった。と、こんな話なんだ。神の怒りに触れて罰を与えられる。神話にありそうな話ではあるだけあって、イメージがしやすいわね。ちなみに、少し違うエピソードとして、神の怒りに触れる直前に、船内は沖へ一旦戻ろうと提案する船員と、意地でもケープタウンに行こうとする船長とで揉めていた、というエピソードもある。この時、船員はヘンドリック船長に対して反乱を起こしていたんだが、反乱勢力のリーダーを殺害して、海に捨てたらしいんだ。おーおえー。これもありそうな話だわ。特に傲慢な船長だったとしたら、命令は絶対だったでしょうからね。ただヘンドリック船長が、反乱勢力のリーダーの遺体を海に捨てた際、謎の影が現れてこう言ったそうだ。お前ほど頑固な男はいない。お前のせいでお前の船は呪われてしまった。もうお前の船が港に着くことは未来永劫にないだろう。そしてお前の船を見た者は、誰であれ命を落とすであろう、と。謎の影が髪を模した姿として現れたってことなんだろうね。いやー、やっぱり神話のような迫力があるわ。最後にもう一つ、フライングダッチマン号には伝承がある。時は1752年の夏の頃、アメリカに行こうとしていたオランダ人たちを乗せた、老朽船パラディン号という船があった。この船には長く続く悪天候と、船長が酔っ払いの飲んだくれだったため、目的地であるフィラデルフィア港にたどり着けなかったんだ。飲んだくれの船長が大成したって話は聞かないわね。ろくでもないような死に方をしそうだわ。大当たりだ。目的地にたどり着けないんだから、当然船員たちにも不満が募る。そんな中、船長と船員で喧嘩となり、船長は殺害されてしまうんだ。やっぱり。で、そんなまとまりのないクルーたちは、有金持って逃げ出してしまい、最後に残ったクルーは、航海技術を持たない者たちだけだった。しかし大海原をさまよっているうちに、ロングアイランドの漁師たちに助けられ、残っていた金目のものを取るだけ取って、パラディン号は海の上で燃やされてしまったんだが、実はその時、女性クルーが一人取り残されていたらしいんだよ。で、マジで？それでどうしたの？助けに行ったの？いや、もうすでに全てが手遅れだったらしくってな。助けることはできなかった。それ以降ロングアイランド近海では、謎の帆船や、火の玉を見るようになったという話もあるんだ。こっちは、なんだか残酷な話ね。いずれにしても、この都市伝説は神罰としての側面が強く出ていて、船長率いるフライングダッチマン号が、必ず不遇の最後を遂げることとなっている。これはドイツの作曲家、リヒャルト・ワーグナー氏が作曲したオペラ、
彷徨えるオランダ人にも反映されているらしい。オペラにもなってるの？なっているぜ。ついでに言うと、最後、少しだけ設定が追加されている。どんな設定が追加されてるっていうの？ヘンドリック船長はたった一人で幽霊船に乗り、海を彷徨うことになるが、7年に一度だけ上陸することができる。その時にヘンドリック船長は、愛してくれる女性と出会えれば、神が与えた呪いから解放される、という設定だ。ちなみに、この、呪いから解放されるっていうのは、ようやく死ぬことができる、という意味らしい。そっか。でもまあそうだよね。神の呪いによって死ぬこともできず、苦しむことが罰になるんだもんね。死ぬことが救済っていうのは、キリスト教では聞く話だし。映画、パイレーツ・オブ・カリビアンとは全く違う印象を受けるだろう？全然違う印象を受けたわ。パイレーツ・オブ・カリビアンはどっちかっていうと、ギャグを含めた面白海賊団って感じだけど、元ネタの方は想像以上にディープな話になっているわね。正直、あの名作映画の元ネタとは思えないほどだよな。私もこのことを初めて知った時には霊夢と同じ印象を受けたぜ。でも、これこそ正真正銘の都市伝説だからな。この都市伝説を面白おかしく、かつ人々の心に残るような作品に仕上げた監督には感服するぜ。だね。またパイレーツ・オブ・カリビアンを見たくなっちゃったわ。2、棒人間。本日二つ目に紹介しようと思っているのは、棒人間についてだ。棒人間って、あの棒人間もこと？頭を丸っと書いて、胴体を直線で書く、あれ？あの何気ない造形文字みたいなものに、私の知らない都市伝説が隠されているっていうの？そんなわけなかろう。今回紹介するのは棒人間は棒人間でも、ただの棒人間ではない。黒い棒人間について紹介したいんだ。黒い棒人間？ますますわからないわ。説明しよう。日本でも、口裂け女や人面犬、くねくねや八尺様など、数々の妖怪や化け物などの存在が都市伝説として知られている。今回紹介する、黒い棒人間は、近年欧米で有名になった存在なんだ。へぇ、そうなのね。でも、黒い棒人間って言われると、なんとなく気になっちゃう気持ちはわからないでもないわ。もっと深掘りしてくれる？もちろんだぜ。ブラックスティックマンと呼ばれるそれは、2000年代から噂されるようになった都市伝説だ。その体は黒く細長く、棒のような姿をしていた、と。ふんふん、見た目で言えば、ブラッドボーンというゲームに出てくる、老いたる赤子を倒した後に出てくる黒いモヤみたいな感じかな。ブラッドボーンをやったことのない人に優しくない解説だけど、それだけに、黒い棒人間の都市伝説上の姿と酷似してるってことでいいの？理解力が高くて助かるぜ。そういうことだ。2000年代に入ってから、インターネット上に、黒い棒人間を目撃したという書き込みがされるようになってきた。棒人間は非常に背が高く、しかしその体は驚くほど細く、近づくと霧のように消えてしまうとか、非常に見えづらく、角度によっては見ることができないなどなど、非常に希薄な存在であり、人間に対して危害を加えてくるタイプの都市伝説というわけではなさそうだ。ってことは、スレンダーマンとは関係ないのかしらね。黒くて細くて背が高い。加えて欧米で認知されているって言われたら、真っ先にスレンダーマンが頭をよぎったけど、スレンダーマンのように子供をさらっていくことはない。ただいつの間にか存在し、いつの間にか消えている。そういう類の都市伝説なのさ。何かこう、考察とかされてないの？いくつか考察はされている中で面白いと思ったのは、実は棒人間は死神か、あるいは悪魔の類なのではないか？と、囁かれているそうなんだよ。死神、悪魔？全然危害を加えてこないかと思ったら、思いっきり人生狂わされそうな存在だと思われてるじゃないの。へっへっへ。面白くなってきたぜ。そういうのいいから、早く教えてよ。順番に解説しよう。黒い棒人間の最も古い記録とされているのは、1978年のイギリスで起きた出来事だとされている。夜遅くに屋外の草原にて10人ほどの男女が談笑していた時、黒い棒人間に遭遇したそうだ。帽子をかぶったような姿をしていたそれは、体はとても細く、透けて見えるほど薄かった。そしてその場で談笑していた男女の周りで踊り始めたらしく、当然、10人グループはその場から離れた。すると黒い棒人間は、先ほどまで男女が談笑していた場所を円で囲むように踊り続け、やがて森の方へ消えていったんだとか。そんなに近くに現れたら発狂しちゃうでしょ。人間、本当にびっくりした時には声も出なくなるというからな。そんな心境だったのかもしれないぜ。なんだったらその場で気絶しちゃうかも。また1982年、同じくイギリス東部、エセックスのブレントウッドの病院の敷地内にて、奇
帰宅途中の看護学生が黒い棒人間を目撃しているそうだ。この時も直接被害を被ったわけではないそうだが、電灯に照らされても顔は全く見えなかったらしい。そんな黒い棒人間がなぜ、死神や悪魔なのではないかと言われている理由なんだが、黒い棒人間と遭遇した人の中には、足を引っかかれたり、友達が亡くなったりするケースもあったそうなんだよ。必ずしも関連してるかどうかは別にしても、感化できない話ね。ちなみに、自分に取り付くようにいた黒い棒人間が友人が心臓疾患で急逝した途端、自分に取り付いていた黒い棒人間も姿を消した、という話もあり、その行いはまるで死神のようにも思えないこともない。そもそもその人にとっては、黒い棒人間が日常的に自分に取り付いているんだから、私たちとは違った日常生活を送っていたでしょうからね。友人が死去した直後に姿を消したのなら、そう思っても仕方はないのかもしれないわね。他にも、シャドウピープルと呼ばれる怪奇現象のような存在なのではないか?とも囁かれているぜ。影の人々?って意味なのかな?別名、シャドウマンとも呼ばれるこれは、アメリカを中心に目撃される怪奇現象の一つだ。黒い棒人間同様、こちらも人型の黒い影として姿を現すようだ。しかし黒い棒人間とは違って、動きが素早く、ポルターガイスト現象も起きるそうだからな。もしかしたら、この二つは何かしらの関係性があるのかもしれないな。もし出会ってしまったらどうすればいいの?やっぱり逃げるしかないのかな?基本的には危害を加えてくることはなさそうだからな。写真や動画に収めて、その場を立ち去るくらいでいいんじゃないか?もしも本当に黒い棒人間が死神の類だとしたら、そもそも逃げ切ること自体が無理だろうからな。触らぬ神にたたりなし、だよね。それは間違いないな。3. アコースティックキティ。さーて、それじゃあ本日3つ目に紹介する内容は、アコースティックキティについて紹介していくぜ。キティ?まさかキティちゃんに関する都市伝説、なの?キティちゃんの都市伝説なら、随分ほっこりした感じになるだろうな。でも紹介するのはそんな可愛らしい話じゃない。これは猫を軍事利用しようとしたって話なんだよ。あの可愛らしい猫ちゃんを軍事利用ですって、世界の猫好きを敵に回すような話じゃないのよ。一体どういう内容なのか、しっかり聞かせてもらうからね。もちろんだぜ。霊夢は猫好きだったのか。時は1960年代、アメリカとロシアが冷戦時代の時にそれは起きた。アメリカ中央情報局、通称 CIA は、ワシントン DC にあるソビエト連邦大使館にて、ある計画を企てた。それが、スパイ猫というものだった。スパイ、猫?冷戦時代で緊迫していたアメリカは、このスパイ猫を使って、ソビエト連邦大使館のロシア人の会話を盗聴し、その内情を探ろうとしていたんだよ。そのために、任務遂行に選ばれた猫には、小型マイクと電池、尻尾にはアンテナを埋め込むという外科手術が行われたんだ。本格的に猫を利用しようとしていたのね。でもそんな簡単にあの自由奔放な性格の猫の動きを操れるものなのかしら?それも十分考えられたそうで、猫が空腹などで注意散漫になり、任務を忘れてネズミなどを追いかけたりしないよう、空腹を感じなくさせる手術も施されたんだとか。そんな手術までしていたの、随分用意周到なのね。でもそこまで念入りに計画されていたんだとしたら、情報収集もできたんじゃないの?猫だったら大使館の中に入ることだって容易でしょうからね。そんな期待を胸に寄せながら、栄えある第一の任務は行われた。場所はワシントン DC、ウィスコンシン大通りにあった、ソビエト連邦大使館付近の公園だ。最初の任務は、公園のベンチに座っている二人の会話を盗聴することだった。そしてその任務をこの猫は、コードネーム、アコースティックキティ、通称音響猫としてその第一人生功のために放たれた。そして音響猫はこの任務を、ごくり、果たせなかった。いや、なんで?全然違う方向にでも行っちゃったの。それとも公園で遊んでいる子供たちに追いかけられたりしたの。いや、何のことはない。猫が公園に行く途中、10メートルも行かないうちにタクシーに轢かれて死亡してしまったんだ。嘘でしょ。本当だ。でも、まだ1回目のテストが失敗に終わっただけじゃないの。2回目はどうだったの?2回目の任務はなかった。この1回目のテスト結果を見て、いろいろ見直された結果、計画自体を白紙に戻す選択をしたらしい。なんでよ、実験とかテストってそういうもんじゃないでしょ?どうした?最初は猫を軍事利用することにあんなに怒っていたのに、実験が続けられなくって不満なのか?あまりにもあっけなさすぎて驚いてるだけよ。そうかそうか。でも安心してくれ。多分この計画は二度と立案されないだろうぜ。この、アコースティックキティは、
ターゲットのすぐ近くで猫を解き放った際には、ある一定の成果を得られるとされているけれど、そもそも諜報活動において、工作員がターゲットの至近距離まで近づくこと自体が困難なことであり、加えてそんな場所で猫を解き放つこともまた難しい。それは、計画を立案した時に考えておくべきことだったんじゃないのかしら。さらにさらに、CIA はこの計画に1000万ドル、日本円にして約36億円もの巨費を投じていたらしくってな。さ、36億円もお金を使っていたの。一説によれば、投じたお金は約2000万ドルだった、という話もあるぜ。ちなみに2000万ドルの場合、約72億円に相当するそうだ。そこまでの巨費を投じた計画が、まさかタクシーに惹かれて終わるだなんて、好奇心は猫をも殺すが事実となったわけだな。本当にお金と猫の命を失っただけじゃないのよ。余談だが、この研究の最後の報告書の中にこんなことが書かれてあったらしい。頑張ったけど到底不可能である。この計画の立案者の考えていることにはついていけそうにない、と。もしかしたら研究に携わっていた人たちも、これ無理だろ?とか思いながら仕事をしていたかもしれないわね。その可能性は考えられるな。当時の CIA の科学技術部は、マインドコントロールを、真剣に研究していたという話もあるからな。ぶっ飛んだ研究はこれだけじゃないわね、きっと。まあこの他にもぶっ飛んだ研究でありながら、成功させ、戦争勝利に貢献した研究もあるからな。戦争は発明の母、とはよく言ったものだぜ。今回は、発明には至らなかっただけってことだな。戦争がなければ、ここまで生活が豊かになってないって思うと、ちょっと複雑な気持ちになっちゃうわ。せめてその気持ちは忘れないことだな。4. サンファンミッションの踏切。さあ、いよいよ半分まで来たぜ。次に紹介するのは、サンファンミッションの踏切についてだ。全く聞いたことのない都市伝説だわ。どんな内容なのかしら?この踏切はいろんな別称がある。呪われた踏切とか、人玉が浮遊する踏切とか、死者がお寿司への登り坂などなど、ろくな思いをしなさそうな踏切であることは、間違いなさそうだぜ。絶対ろくでもないでしょ。踏切ってだけでも幽霊が出そうな場所なのに、こんなに曰く付きだったら、間違いなく出るわよ。まあ、どうしても行きたいって言うんだったら、せめて私の解説を全部聞いてみてから判断してくれ。そんなこと一言も言ってませんが、それじゃあ始めよう。場所はアメリカ、テキサス州サンアントニオ。ここに九段の、呪われた踏切があるそうだ。どうやらここでは、子供たちの霊によって、様々な怪奇現象が起きることで有名らしい。よりによって子供の幽霊だなんて。大人の幽霊も怖いけど、子供も子供で怖いわ。一体そこで何があったっていうの?どうやらこの踏切で事故があったらしい。1938年、一台のスクールバスがここ。サンファンミッションの踏切の真上で、エンジントラブルが起きてしまった。結果、スクールバスは踏切の上で立ち往生してしまったんだ。うげえ。何が起きるか、想像できちゃったわ。そこから先は霊夢のご想像の通りだ。スクールバスが立ち往生しているところに列車がやってきて、衝突してしまった。中にいた子供たちは逃げることもできず、車内の全員が死亡という、悲惨な事故が起きてしまったらしい。わぁ。どんなむごい拷問でも純真な子供が命を落とす事件、事故は胸が痛むわ。で、この事故が起きてからというもの、奇妙な怪奇現象が起き始めた。なになに、まさか子供の手形でもついてるんじゃないでしょうね。ではそちらから解説しよう。この踏切を越えると、車の後部に指紋が浮き上がってくるそうだ。また、サンファンミッションの踏切では、誰もいないのに悲鳴が聞こえてくるというケースもあるらしい。もしこんな場面に遭遇したら、ゾッとしてしまうだろうな。間違いなく、ゾッとしちゃうわ。この他に、この踏切ではおかしな現象が現れるそうだ。いわく、サンファンミッションの踏切はやや上り坂になっているんだが、この場所で車のギアをニュートラルにして、エンジンを切り、ブレーキを離すと、本来車は下がっていくはずなのに、まるで誰かに車を押されているかのように前に進み始めるそうだ。なんですって、ここにさっき紹介した、車の後部に指紋が浮き上がってくる現象を合わせみたとき、もしかしたら幽霊となった子供たちが車を押してくれているんじゃないか?なんて考察もできてしまうわけなんだな。そう聞くと、単純に怖がってしまうのが申し訳なく感じちゃうわね。ただ、別の話では、1998年8月に、ジャニスという男性と他、友達二人を乗せて、夜のドライブをしていて、サンファンミッションの踏切に差し掛かった時、ジャニスは急ブレーキをかけて止まったそうだ。どうやら踏切付近に人玉のようなものが浮遊しており、それに驚いて止まったらしい。
最終的には10個ほどの人玉が集まり始め、その光景を友人が写真に収めようとした時に、車が勝手に動き出した。当然アクセルを踏んでいるわけもなく、なんならブレーキを強く踏んでいるが車は前に進み続ける。もう踏切に入るというギリギリのところで車はようやく止まり、人玉もいつの間にか姿を消していた。そして家に帰ってみると、車の後ろには無数の子供の手形がついていた、と。こんな話もあるんだよ。こっちの方は、異界に連れてこようとする亡霊たちの声が聞こえてきそうな話ね。でもここまで話が膨れ上がると、本当に起きた事故なのか、疑問視したくなっちゃうわね。誰かが作った作り話の可能性はないの？鋭いな。しかし惜しい。作り話ではない。この事故の詳細は、地元紙サンアントニオエクスプレスという新聞で掲載されているぜ。ってことは、本当に起きてしまった事故なのね。しかし、実際に事故が起きたのはテキサス州ではなく、ユタ州ソルトレイクシティ、ミッドベイルという場所だったそうだ。距離にして、北西に約 1800km も離れた場所の事故が、サンアントニオエクスプレスに掲載されたらしい。事故の原因もエンジントラブルではなく、濃霧によってバスの運転手が線路上にいることに気づかなかったらしい。その話を勘違いした誰かが、サンアントニオエクスプレスで掲載されているからという理由で、1950年代に少しずつ噂が広まっていき、1970年代には立派な都市伝説になってしまったというわけさ。なんだ、そういうことなのね。ってことは、サンファンミッションの踏切では、そういう大きな事故は起きてないってことなのね。そういうことになるな。余談だが、上り坂なのに車が勝手に進み始めるという話も勘違いだ。本当は下り坂だったとか？ははは、まさかね。本当は下り坂だったらしい。縦断勾配錯視と呼ばれる錯視現象ではあるものの、上り坂のように見える下り坂だったんだとか。じゃあ、これも勘違いだったってこと？だな。そっか。まあでも、テキサス州ではなかったにしても、事故があったのは事実なんだよね。ご冥福をお祈りするわ。濃霧のせいで衝突するまで誰一人気づかなかったらしいからな。こんな事故が二度と起きないように願うばかりだぜ。5. ブラックドッグ。5つ目に紹介するのは、ブラックドッグについてだ。ブラックドッグとは直訳して黒い犬。これはイギリス全土に伝わる、黒い犬の姿をした妖精のことを言うらしい。犬なのに妖精っていうのは珍しいわね。別名、黒妖犬や、ヘルハウンドなどという呼ばれ方をするそうだ。伝説では夜に出没し、燃えるような赤い瞳、鋭い牙を持ち、大きさは馬や牛レベルなんだとか。口から炎を吐いたり、光と共に出現したり、霧状に消えるなどなど、いろんな能力を持っているとされる魔犬だ。かなりファンタジー色の強いキャラクターね。そんなこと言ってると、恐ろしい目に遭わされるかもしれないぞ。一度でも見たら死ぬ、声を聞いたら死ぬ、触ったら死ぬなどと言われていて、都会であったら高確率で殺されてしまう。それに実際にブラックドッグが起こしたとされる事件もあるんだぜ。そんな事件が存在するの？1577年、イギリス、サフォーク州にて、ブラックドッグが現れた。その日はとてつもない雷雨だったが、日曜日だったこともあり、参拝者が教会に来ていたんだ。そんな時に、教会に雷が落ちた。と、同時にブラックドッグが姿を現したという。光と共に現れる。これのことなのね。この時、ブラックドッグは信者を二人、噛み殺している。これ、本当に起きた事件なのよね。また同日、別の教会で男性二人、少年一人を殺害したんだとか。とまあ、こんな話だけだったら、実際に事件が起きてようと起きてなかろうと、おとぎ話のように聞こえるかもしれない。ただこの事件の場所となった、サフォーク州のレイストン修道院という遺跡を発掘した際に、巨大な犬の骨が発掘されたそうなんだ。え？本物？本物だ。レイストン修道院と調べればすぐに出てくるぞ。発見された骨から推察するに、立ち上がると2メートル以上はあるそうだ。多くは伝承や伝説として語られてきた魔犬、ブラックドッグ。しかし、レイストン修道院の遺跡から発見された骨を調べていく中で、都市伝説が実在していた史実となる可能性も秘めているぜ。それは、ぜひ解明してほしいわ。余談だが、ブラックドッグは墓守犬としての役割もあるらしい。イギリスでは、最初に墓地に埋めた死人は墓地の番人になる、という言い伝えから、黒犬を先に埋める風習があったそうだ。そのことから、黒い犬が墓荒らしを追い払ったり、迷子になった子供を助けたりするなんて話もあるそうだ。ただ一方でうつ病のことを、黒い犬という人もいたそうだ。全体的に死や不吉の象徴である認識は強いみたいだな。でもその謎も今回、解明されるかもしれないんだよね。続報を期待しているわ。
了解だぜ。6、下水道の白いワニ。時に霊夢、バイオハザード2ってプレイしたことあるか？ああ、知ってるわ。2019年にリメイク版が発売されてるわよね。プレイしたことはないけど、実況動画で見たことはあるわ。なら知ってるかもしれないな。バイオハザード2には下水道に巨大なワニがいただろ？いたいた。めちゃくちゃ迫力満点だったわ。あの話、実はアメリカの都市伝説でも似たような話があるんだぜ。そうなの。ということで、今から紹介するのは、下水道の白いワニについてだ。アメリカ、ニューヨークでは、ワニの赤ちゃんをペットにするのが流行していたらしいんだ。実際、フロリダ州ではワニの赤ちゃんを入れた水槽を、土産物として店頭に並べられていたらしい。しかしワニは種類にもよるが、成長するとかなり体が大きくなってしまう。中でもクロコダイル科は非常に体が大きく、性格はどう猛だ。具体的な種族に関してはわかっていないが、下水道に住んでいた白いワニは巨大だったという点から、クロコダイル科ではないかと思うぜ。そんなワニが下水道になんでいるのよ？育てきれなくなった飼い主がトイレに流し込んで捨てたんだ。その結果、ワニは下水道で生活する羽目になり、ネズミやゴミを食べて成長していった。日の当たらない場所で成長したワニは視力を失い、皮膚の色素を失ってしまい、いわゆるアルビノになってしまった。そして下水道の作業員によって、白いワニは発見されたが、その後の足取りはつかめておらず、未だに狩猟には成功していないらしい。そもそも下水道でワニって生きられるの？栄養とか足りないんじゃない？そこが争点になっているんだ。下水道にワニの赤ちゃんを捨てたことが事実だとしても、下水道なんかで巨大に育つわけもない。これが専門家の見解だった。またワニは変温動物のため、地震で体温調節ができない。このことから仮に下水道にワニがいたとしても、ニューヨークの厳しい冬を越せるとも思えない。現実的に生き抜くことは不可能なんだそうだ。じゃあ、その作業員が見たワニは見間違いだったのかな？ただし、アメリカでは実際に逃げ出したと思われるワニが発見される事例もあるらしく、トイレにワニの赤ちゃんを流したというのも、あながちデマ情報ではない可能性がある。さすがに巨大化したワニが下水道にいた、というのは話が誇張されただけなんじゃないかと思うけどな。でももしも本当に巨大な白いワニがいるんなら、動物園なんかで展示してほしいわね。その時は、動物園に客が殺到するだろうな。巨大な白いワニなんか、そうそう見れたもんじゃないぜ。だね。7、セレーネ・デルガド・ロペス。続いて紹介するのは、セレーネ・デルガド・ロペスについてだ。これは2020年頃から、アメリカでは有名な都市伝説の一つで、セレーネ・デルガド・ロペスとネット上で検索すると、笑みを浮かべた女性の顔がヒットする。へぇ、女性なのね。微笑んでる女性の顔がヒットするなら、ほっこりしそうな話ね。いや、実はそうでもないんだよ。検索された女性の顔は画質が荒いという点もあり、かなり不気味に見える。これはインターネット上だけではなく、実際にメキシコのメディアが、行方不明者として放送しているそうなんだ。その時にも、あまりに不気味な顔立ちをしているということで、脳裏に焼き付いた視聴者も少なくはなかったはずだ。そりゃそうでしょうね。しかしある時を境に、この女性は存在しないという噂話が出回るようになったんだ。私たちが見てきた画像は合成された画像で、実在する人物ではない、と。そんなこんなで一旦の落ち着きを見せていた。セレーネ・デルガド・ロペスだが、とある噂話をきっかけにこの都市伝説は再燃することになったんだ。それってどんな噂話だったの？どうやら Facebook に、呪いのアカウントなるものがあるんだとか。そのアカウント名は、セレーネ・デルガド・ロペス。ひえええええええ。しかもこのアカウントからフレンド申請が突然来たかと思えば、それを断ることも、解除することもできないそうだ。つまり、知らない間に勝手にフレンドになっているというものなんだ。そんなことってあり得るの？結論から言ってしまえば、このアカウントは実在しなかったそうだ。しかし、専門家は別視点での危険性を訴えていて、あまりにも噂話の拡散スピードが速いため、悪用されかねない、と警鐘を鳴らしていたらしい。つまり、インターネットの情報を正しく理解し、それを適切に判断、運用できる能力、いわゆるネットリテラシーに関する問題としても、考えさせられる都市伝説だったというわけだな。結果的に言えば、セレーネ・デルガド・ロペスなんて行方不明者はいなかったってことなのね。おそらくな。そもそも、発端はメキシコ放送局が、この都市伝説が出来上がることまで想定した上で、行方不明者を捜索しているという、嘘のコーナーを設けたんだそうだ。なんですって、全部嘘だったの。らしいな。今回の Facebook を通じて、勝手にフレンドになっているという話も、
それに派生した愉快犯の仕業だろうぜ。なんだ、そういうことだったのね。調べた内容が真実かどうか、しっかり見極めるという教訓は得られるだろうが、メキシコ放送局も思い切ったことをするもんだぜ。まったくよ、心臓に悪いわ。8. ブラックサンタクロース。それじゃあ最後に紹介するのは、ブラックサンタクロースについてだ。ブラックサンタクロース、黒いサンタクロースってこと？ちゃんと解説していくから焦るな焦るな。子供の頃、一度は夢見たはずのサンタクロース。その起源は4世紀頃の東ローマ帝国と言われていて、かなり古い。しかし逆にブラックサンタクロースの存在も噂されている。通常のサンタクロースが、いい子にプレゼントを贈るわけなんだが、ブラックサンタクロースは、悪い子にお仕置きをしに来ると言われている。なんてことなの？それって、どんなお仕置きをされてしまうわけ？嫌がらせレベルのものもあれば、シャレにならないものもある。ちなみに嫌がらせレベルのプレゼントというのは、石炭やジャガイモをプレゼントする、とからしい。次に、灰の入った袋で叩かれる、で。その次が、子供の部屋に動物の内臓が撒き散らかされるとなるそうだ。レベル2から早くも暴力になってるし、レベル3は本当にシャレになってないよ。レベルマックスになると、連れ去られるそうだ。マジで？その起源はどうやらドイツの伝統的な風習における、聖ニコラウスの同伴者、クネヒト・ループレヒトという人物らしく、その姿は藁や毛皮で作った服装をしていて、長い棒と灰の入った袋を持ち歩いているそうだ。ただ基本的に悪い存在ではなく、礼拝を怠った悪い子に改心をさせる目的で行動しているそうだからな。キリスト教ならではのしつけの仕方ってわけね。ただブラックサンタクロースの起源は、クランプスと呼ばれる化け物である可能性もあるらしく、大きな角があり、足には蹄があり、手には鍵爪があるなど、およそ人間の姿はしていないそうだ。そして、悪い子供を連れ去っては食べてしまうそうなんだ。もはや悪魔じゃないのよ。これも全ては子供を正しくしつけるための風習なんだろうな。理屈じゃわからない子供に五感で伝えていたんだろう。日本でいうところの、生ハゲみたいな感じなのかな？だと思うぜ。霊夢も、あんまり私の言うこと聞かないようだったら、ブラックマリサが出現するぜ。なあに言ってんだが。待って。何後ろでゴソゴソしてるのよ。さて、今回は私の気まぐれで始まった、世界の都市伝説8000について解説しきったけど、どうだ？やっぱり都市伝説って好きだわ。ロマンあふれる内容であることもそうなんだけど、解明されるかもしれない都市伝説の存在はワクワクするわね。これから発掘調査や科学技術の進歩で、今までわからなかったことが、次々わかり始めるようになるかもしれないからな。それが判明した時にまた解説してほしいわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。